第7試合はヒートアップザシャイニングスターズ。まずは赤コーナー井上貴子京子、ダブル井上の両選手です。さあ今日はキューティー尾崎ですけれども、あの2人はどうですか？体は小さいんですけど、想像以上にタフなんで、あの2人と当たることはすごい恐ろしいんですけど、でもすごい燃えてますんで、今日は私たちが主役取ります。随分尾崎には対抗意識を持ってるようなことも今まで書かれてますけれども、あのね、1月15日の日にあの人からホール取られちゃったんで、今日は尾崎に的を絞っていきたいと思います。はい、そして対抗戦は初出場の井上京子選手です。はい、今日はどうですか？今日はもう乗ってますよ。もうこのね、初めてですけど横浜アリーナっていうことでね、こんな広いね会場でね試合ができるっていうのはもう最高ですね。デビュー戦にはふさわしいですか？そうですね、2人の技を真っ向から受けて2人で最後は勝ちます。はい、はい、一方の青コーナーは JWP からキューティー鈴木、尾崎真由美、この両選手です。さあキューティー選手、はい、今日は相手はどうですか？2人とも強いと思うんで、すごいやりがいがあると思うんですけども、とにかく相手のペースにならないように自分のペースで試合を持っていって勝ちたいです。対抗戦は初登場ですけれども、そのあたりはどうですか？JWP の強さを証明できるように自分なりに頑張りたいと思います。はい、そして尾崎真由美選手、相当井上貴子選手を意識してお互いにピリピリしている感じしますけれども、向こうが思ってるとそんな意識してないんですけど、井上貴子選手だけ意識してる場合じゃないんで、でも3回目なんで、そうですね、この間勝ってみたけど今日も勝ちたいと思います。はい、頑張ってください。最高の理想、そして最高に美しい、今こそ女子プロレスの時代だ。スーパーアイドルとスーパーテクニシャンが横浜で決着する。ヒートアップザシャイニングスターズ、タッグマッチ30分一本勝負を行います。さあ休憩を挟みましての後半戦突入ですけれども、第7試合ヒートアップザシャイニングスターズということで、この試合も非常に興味深いですね。今の JWP 山本代表の自らのリングアナウンスっていうんですか、枕言葉、ありありの枕言葉、はい、枕言葉じゃないですけどね、もうあそこまで行っちゃうと、なんか山本さんというのは感動屋さんというかね、はい、感激屋さんですから、今の本当に良かったです。そうですね。さあ井上京子、井上貴子、対するは JWP 尾崎、キューティーというですね、まあ巷ではねアイドル対決なんていう話もありますけれども、いやでもこれはアイドル対決というよりは、結構神経戦というかね、熱くなる井上貴子が見たいというような感じがします。おっと、でも最近井上貴子絶好調ですから、プロレス自体は。そうですね、もう交流戦というか、まあ対抗戦始まってからもぐいぐいとね、その意向を払ってきたというかね、昔とレスリングが違うんですよ、井上貴子。なるほど、変わってますよね。変わってきてヒールっぽくなってきてるんですよ。なるほどね。もともと普通にやっててもなんとなくヒールっぽい面ってあったじゃないですか、やっぱ面構えが、そうですね、肉肉しいもんがありますからね、さあそしていよいよゴングです。でもそれがいい面に出てきましたね。はい、さあまずは尾崎と貴子、振りましたね。おっと、まずはいきなり放て、張り手合戦だ。このバカ野郎っていうのが井上貴子のオリジナルって感じがします。なるほど、あっと綺麗にアイマーアップ。おっと、あっと髪の毛を掴んで叩きつけた。おっと、何かこうピリピリしたものが、あっと、これは尾崎独特の片足のドロップキックですね。的確に相手の側頭バトリーをヒットするという形のものですけれども、案外というか、もちろん今の形でいくとね、井上貴子のところ注目が集まるけれども、この井上京子のプロレスの落ち着き方、なるほど、
キューティーと京都の絡みって結構異様なもんがありますね。面白いですね。あっと、うん、早くもジャイアンツスイングですかね。これはジャイアンツスイングですか。どん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 やっぱり出しちゃった方がいいですよね、見せ場はね。ご覧の大合唱、1万6500人という先ほど発表がありましたけれども、あーまだ回します。まだ回します。あーもうキューティーの手がブラーンって感じになりましたけれども、あの腿の筋肉が釣り始めてるって感じなんですね。すごいですね。あーまだ回す。20回転以上してる。大丈夫でしょうかな、このキューティー。いつも20周なんですよ。あー30周いくんじゃないですか。あーこれすごい、30周いってしまった。いやすごい。大丈夫ですかね、これは。あまだ行きます、まだ行きますよ。40周いっちゃうんですか、これは。おおすごい。あー終わった。あー完全に大の字。あっともちろん回して京都もフラフラだ。キューティーは完全に大の字。あーすごい、1万6000人の大観衆、京都コールだ。これね、うん、そう、やっぱりそうはいかねえぞってところを見せてほしいですよね。そして今度はもう完全に、うん、さっきまあ本当は切り離して考えなければいけないのかもしれないけれども、はい、長代デビル戦を見た後だとやっぱり、あ、現役はこういうふうにしてやるんだなというよう ね、うん、そういう気もします。今度は高子キューティーという絡みをね、あれでもこの形で何をやろうって言うんだろう。あーシュープリ状態で、あっと、うん、アピールしたわけね。そうですね、はい、貼り付けにしたのかという感じでしょうけども、さあこのキューティー井上高子というこの絡みも非常に興味深いものがあるんですけれども、割と体大きいんですよね、井上高子もね。あーなるほどね。お尻なんかものすごく大きいでしょ。うん、結構振り回されてますね。さあそしてあっとバックから、おっと豪快にジャーマン。さあ黒崎の勝ちだ。さあ尾崎も今日はコスチューム、ね、尾崎はなんとなく、はい、喧嘩ファイトって感じですよ ね、 そうですね。張り手合戦が非常に見ものなわけなんですが、やっぱ体ない分いいコンディションしてますよね。なるほど。ここまでやってくるってこと。この辺の流れはさすが尾崎テクニシャンという感じもしますけども、さあどうか。この人なんか、ま、違った意味でプロレス心があるっていうかね。なるほどね。あっとそしてこれは空王変形のドラゴンスリーパーという感じですけれども、あこの尾崎とね高子のこれまでのもう戦歴というのも何度もまあ交流戦最後戦でね当たってますんでね、今のそろそろ、はい、あの攻撃を受けてて締められてる時でも、今上り調子にある選手っていうのはやられてる時でもいい面構えしてるんですよね。なるほど。今の井上貴子なんか結構意地悪っぽくて良かったですよ。好きですね、その意地悪っぽいっていうその顔が。意地悪っぽいって顔ですか。意地悪っぽい弱いんですよ、ね、そういうタイプに。そうですか。でもそうじゃなかったら井上貴子って魅力ないと思いますよ。なるほどね。こんなことしてたら今のうちにですよ、貴子にやり返してもらいますよ。あーなるほど。あ、ボッカスかに。いやでもそういうスリングなのね。でも結構尾崎も気が強いですから。そうですね、うん、やり返すと思いますけど。あっと急にまたあのこの中でアイドル対決って言っても本当の意味でアイドルアイドルしてるのはキューティー鈴木だけですから。そうですね、どのぐらいなんていうのかな、レスラーとしての評価っていうのはやっぱりそれほど高くないということになってるじゃないですか、だから今日頑張ったら、まあ、逆にね今日そのね成果というかね、実はレスラーとしてもなかなかやるぞというようなね、そういうところをアピールするのはもちろん格好の場所ですしね、見た目よりも打たれ強いですしね。実は打たれ強いっていうのはよく言われますね。ダイナマイト関西なんかの蹴りをまともに受けてもね、さんざぱらもらっても割と大丈夫っていうね。そうなんですか、自分全然キューティー鈴木に関しては試合を見るのが初めてなんですよ。あ、そうですか。初めて。あ、だから名前はみんな知ってるけどってやつですよね。そうですね。どんなレスリングをするのかという感じですけれども、さあ尾崎のフライングネックブリガドロップ、これも得意技の一つでありますけれども、タックが捕まってますね。あ、しかしおっとここでお、無茶張りのロープを使った。さあそして京子だ。もう何か生き生き飛び跳ねるようにリングに入ってまいりました。なんか私がプロレスを背負ってるっていう顔してますから ね、うん、そうですね。でもそれはすごいことだから、
もちろん京子もこれは交流戦対抗戦初登場ということになりますよね。本当は井上京子は最初は交流戦にそんなに興味なかったんですよ、うん、というのは他団体の選手がそれほどだとは思ってなかったんじゃないかと思うんですよ。なるほどね。おっと、これは綺麗だ。尾崎はこういった固め技、非常に細かい技も華麗にこなしていくという感じですけれども、さあしかしテクニシャンという意味ではこの京子強くはないところがあります。京子はうまく自分の展開に持っていく持っていくのがうまいんですよ、うん、だから尾崎にタッチしてとか強くに関しても、あの自分のペースをつかみにくいと思うんですね、はっきり言って。なるほど、はい、気がついたらあの人のやり方になっちゃってると思う。そうですよ、ペースに飲まれ込んでますから、ね、ちょっと難しいんじゃないかな今日は。高子は割と同じ土俵で戦いますよね、うん、相手と。かなり高子選手もこの間の記者会見でも尾崎のことをかなり意識してるみたいですけども、はい、試合前なんかどうですか。そうですね、今日は控室では普通でした。いつも通りでしたか、はい、なるほど。交流戦慣れしてるっていうのはありますからね。そうですね、他の選手よりは3回目ですか、当たってんの。もう尾崎をやってるのはもう3回目か4回目ですよね。敵のリングっていうんですか、JWP のリングでも戦ってますから、今日はやりやすい、かえって自分のリングですから。はい、さあそしてどうでしょう、相手のリングと自分のリング違いますか、雰囲気。そうですね、自分のリングは余裕を持ってできるって感じですけど、はい、相手のリングに上がるともう無我夢中でやらない。やっちゃいますか。やっちゃいますね。南選手ほどのベテランが。あ、でもやりますよ。あ、そうですか、はい、南選手の無我夢中ってのはどういう無我夢中なのかちょっとリングのね、ファイトぶりを見てるとよくわからないんですけどね。おっと、これはラリアットに持ってく手をかけたんですね。かけたんですね。さあ、そしてそのファイトぶりが注目される、レスラーとしての評価が注目される、そのキューティーですけども、割と手足が短いんですよね、この選手。そうですね、まあ、手足が短いというか、背がちっちゃいというか、でも意外とそのジャーマンであるとか、あるいはドラゴンスープレックスであるとか、あるいはこの人フットスタンプなんかもね、得意技にしてますけど、ニーパッドしてないからなんか膝小僧とかすりむいててそれがいいっていうファンもいると思いますよ。なるほどね、うん、足がやってませんね。さあ、これはちょっとトリッキーな動きになりましたけども、さあ今度は JWP2 プラトンのフライングネックブリカー、これはかなりいい角度で来ました。今日はこの展開何度か出てますね。そうですね。ああ、そしてあー、2プラトンの攻撃を京子が阻止して、さあなだれ式、あ、出ましたね、得意のなだれ式のアームホイップですけども、さあなだれ式のアームホイップ行く前にビンタ一発くれたでしょ、うん、あれが井上貴子って感じですね。なるほど。そして逆にアピールして、あ、これ、あっと、これうまい、一瞬の片面だ、どうか。さあ、テクニシャンぶりをこの片鱗をちらっと見せたという感じのキューティーですけれども、さあ、2発目、たまない、いやー、これはちょっと危ない角度で落ちた。キューティー大丈夫か、大の字だぞ、うん、カウント2。さあ、そしてダブル井上、今度は京子だ。今日は入場の時にはね、強行チキータですか。なんかね、ミニ強行引き連れての登場で非常に華やかだったんですけれども、さあこの交流戦初登場出ました、トベレベルさん、トベレベルさん見事にダブルで決めた、素晴らしい、思わず声を上げた斉藤さんですけれども、でも、うん、本当は非常に安心して見ていられるというかね。なるほどね、あ、これなんかすごいですからね、ポンポン出ましたね。あ、あっと、ちょっと、あっと、これは珍しいですね、エルボーですよね、普通、あそこで尾崎なんかやっぱり、ね、そんな、なんと、あー、それ出ました、やっぱり尾崎得意のそんないつもいつも食らってたまるかってところでしょうね。なるほどね。さあ、その定番、これは今のトペコンヒーローですか、はい、というか、まあ、反転してから、はい、サマーソルトで当たっていく技、はい、いいタイミングでしたよね。そうですね。さあ、舞台は場外ですけれども、キューティーもやりますね、攻守むき出しのファイトという感じですけれども、傑作に思いっきり打ちつけたのは井上貴子。さあ、ちょっとダブル井上が劣勢の状態になってまいりました。結構気強いですよね、キューティーですか。いや、やっぱり顔が優しいからって言ったってレスラーですからね、そうですよね、はい、さ
さあ舞台はリングに戻りました。だから名前だけのレスラーじゃないってことですよね。はい、さあそしておっとこれはあっと朝日ホロに入ってドラゴンズ上がりそう、綺麗に決まった、危ないぞ、おっと危ない、おおまさか強化がという感じでしたけれども、いやそれにしても尾崎のフォローがあったとはいえ、今の一発だけでガラリと評価が変わるんじゃない？なるほど、ね、レスラーって一瞬でなんか評価変わるけどね。フットスタンプから伊藤あに負けじのフットスタンプ、何があるんですかこの選手。いやあそして今度は尾崎も、尾崎はなんだ、尾崎もフットスタンプが痛そうだ、これはまだ行きますか、まだ行く、まだ行く、あーっと痛い、いやしかしもうやめてくれという感じですけれども、あーすごい、あーこれは強烈ですね、あまだ行きますか、まだ行きますか、うわすごい、4連発ですかこれ、危ないぞ、相当エグかったですよ今の、エグい攻撃ですね、相当エグい攻撃、でもタッグマッチだからね、うん、こういう展開ってあるんでしょうね。なるほどね、いやースンネのところで高子、あこれは尾崎が得意にしている変形の、あっとしかしこれは崩れた、おっとロープを利用して、あーチャーマンだー、すごい投げっぱなし、さあ今度は何を見せるのか、今度は何を見せるのか、さあこれは多分反転式のね、あ空中で反転するやつですよ、そうですね、さあ出ました、おっと綺麗に決まったボディープレスですが危ない、いやーヒヤッとしました井上京子、思わぬ展開といっては JWP に失礼かもしれませんけれども、おっとあー出た、これは2回転式のエビ固めを狙ったんですけれども、うん、それを見事にパワーボーンで繰り返した、やっぱり個々の力だとこういう試合展開にならないと思うんですけど、タッグマッチですからね、なるほどね、あーっと危ないぞ、バックドロップホールド、かなり高角度で落とした、おっと今の蹴りを入れるあたりかなり、あー出ましたね、でもまた蹴り返しに行くところがキューティーなかなかのもんじゃないですか、はい、さあもう1回左十字、あっとたまらずロープに逃げた尾崎、さあ高子尾崎因縁の対決となってきたんですけれども、おっと腕を固めて、これでホール取られてますからね高子、あーっと決まった、変形のドラゴンスプレッシュ、危ないぞ、危ない危ない、いやーハーフネルソンから腕を固めての変形のドラゴンスープレックスホールドでしたけども、ただJWP コンビ持ち駒が少なくなってきましたよ、なるほど、ええ、そうですね、もう必殺のフィニッシュホールドをそれぞれ出してますからね、あーっとさあこれうまく固めた、これで決まるのか、うん、カウント2、井上京子あたりはまだまだね、うん、ありますからね、ここから10個ぐらい技ありますからね、まだ、はい、さあその辺の手数で優位に勝つことができるのか、あーっと蘇った、うん、さっき失敗したやつやるんですね、あーエルボーだ、エルボー見事、素晴らしい、完璧にヒット、さあカウントどうか、うん、カウント2、まだまだ尾崎もスタミナを残しています、なんていうか全部やらせて、さあ、ね、ナイアガラドライバーのご存知ナイアガラドラ、しかしキューティーが入ってきた、キューティーが出てきた、あそして、あしかし今度は井上も高子も勝ったな、いやー目まぐるしい展開、あーそしてナイアガラドラ、しかし決まった、おー見事に、これはないぞ、一瞬の返し技、いやーよく研究しているというか、これはこれ対抗戦のね返し技じゃないですよ、いやよく研究してるってことじゃないですか、いやーしかしもう一回狙うか、あーまあこれも見事に尾崎読んでいた、あーそしてあー裏カンダの、これは綺麗だ、さあカウントは危ない、強化危ない、危ないですね、いやーそれにしても横浜アリーナが揺れます、横浜アリーナが揺れます、あーうまい、素晴らしい、セカンドロープを意してのミサイルキック、あーそしてナイアガラドライバー、こちらは決まった、さあフィニッシュか、カウントは危ない、あーここでセーブしたらなんかこれでまた展開が分かんなくなってきましたね、いや驚きましたね、これタコの強子のフィニッシュホールド一つクリアしましたね、そうですね、さあ今度は合体なかった、しかしこれタッグマッチというのは本当にわからないですよね、
一つの技ではさすがに決まらない。でもあっちは行やってますけど、はい、今日もタコに準備してるんですよ。トップロープから喉は落としのかな。ちょっとカウントはカウントは2ポールに持っていく回数は JWP 多いですけれども、はい、基本的に回転もんできてますから、はい、うん、大技はなんかね、そんなに出てませんよね、はい、スープレックスものが多かったですね、最初に、ね、あっとだからそろそろスープレックスでもしのぎ目ですから、これは新しい合体技だ。これですね。あカウントどうか。あカウンティー、あーものすごい、ものすごい段階数の大歓声。これはいい勝負でしたよ。いやー、ちょっと様子をご覧ください。素晴らしい試合だ。高子本当に喜んでいる。最高の試合を見せてくれました赤コーナー WE の上、全日本女子のお二人です。どうぞ。あ、高いよ。いや、すごい。すごいでしょ、これ。勝ちましたね。勝ちましたけどね、うん、この場を借りてちょっと尾崎選手に忠告したいと思います。ですね、ここで私が今日勝ったからといって尾崎との戦いは終わりじゃありません、うん、あの人が私のことを意識しようとしまいと、私はあの人を追いかけて追い抜いてっていうかね、まあいい試合をどんどんやっていきたいと思ってるから、うんうん、だから意識しようとしまいと関係ないということで、今度またいい試合をしたいので、これからじゃあまだまだ戦いは続いていくと、うん、そう言いたいことわかります。わかります。もっともっとこの先いですから、そうこの先どんどんあいつとの戦いは続けていきたい。はい、うん、そして井上京子選手、いきなりの38回転ジャイアントスイング。40いかなかったですか？40いってませんよ。あー残念だな。いったと思ってたんですか？じゃあ今度の楽しみということで、はい、あー気持ちいいですね。その分途中でフットスタンプ5連発食らってましたけど、おーシェットって感じですね。大丈夫ですか？そして最後は2人合わせて2プラトンのナイアガラ決めました。一、ね、人でやってるやつがあるんだけど、あれをねちょっと返されちゃったから、もうねやっぱいつもダブルで最近それで撮ってることが多いので、うん、それにかけてみました今日は、うん、でもやっぱねキューティー鈴木もただのアイドルレスラーじゃないってことがよく分かったんで、いい試合をね、向こうの選手の力というのもありましたよね、うん、ちょっとね悔しい悔しいけど、これからもっといいライバルになっていくんで、いい試合したいと思います。はい、本当にいい試合をありがとうございました。おめでとうございました。気にせずに自分のペースで、自分のペースで自分なりに技とか全然出なくて気迫とかも伝わらなかったかもしれないけども、またぜひ井上京子選手と高子選手とやりたいな。今まで対抗戦ってそんなに興味がなかったんですけども、今日やって本当にすごくやりたいって気持ちが深まって、前もやりたいなと思ってたんですけども、具体的に誰とやりたいとかなかったんですけども、またチャンスがあれば井上京子選手と高子選手とまたやりたいなと思います。今日は満足してるというか、満足してるというか、見てただけじゃ本当に相手の強さとか分かんないと思うんですけども、やって本当に京子選手のうまさとか高子選手の、うん、気持ちよさとか肌で感じたんで、またぜひ本当にやってみたいなと。尾崎さん、うちの選手にもテクニシャンいっぱいいるんですけど、京子選手はうちにいないテクニシャンだなって今日当たって感じたんですけど、でこの前1月15日私が高子からスリーカウント取った時に、あーなんか今日は尾崎の気迫に負けましたってコメントを載ってたんですけど、
同じことの繰り返しなんですけど、私も今日はそれを感じたなっていうか、最後の2発は本当に効きました。第8試合はメガモンスター巨大空間王、まずは赤コーナーアジャコングブル中野、この両選手なんですけれども、でかいですね。もう史上最強のタッグという感じするんですけれども、今日の相手について聞かせてください。不満だらけ、最悪だな。なんでこのペアにあの相手なんだよ。記者会見の時にも随分と言ってましたね。当たり前だろ。不満ですか。不満。その中で今日はどういうふうに戦っていきます。もうこの2人が組んだら最強だって、それを見せるしかないだろ。もうそれしかないよ。さあ、そのブル中野選手ですけれども、今日はアジャと組んで、やはり同じ意見ですか。はい、そうですね、今回のオールスター戦は今後を占う意味でも重要だと思うので、まあ前場の強さはアジャに見せてもらって、自分はブル中野というレスラーの人間味で勝負したいと思います。今からもうゾクゾクするような感じがいたします。そして青コーナーはハーレー斉藤、イーグル澤井、この両選手 LLPW からの参加ですけれども、さてこの巨大空間王の中ではやや小さい印象を受けますけれども、はい、自分でも感じまして、やはり1月2月ぐらい前からですか、2キロぐらいのウェイトアップを測ったんですけども、やはり体的にはまだ貧弱に見えると思うんですよ、お客様からしても。そのあたりどうやって戦っていきます。もう自分の持ってるあの蹴りと、あとスピードテクニックでカバーして、なるべく捕まらないようにどん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 ぶつかっていきたいと思います。はい、はい、そしてイーグル澤井選手ですけれども、かなり立派な体格、結構いけそうかなって感じするんですけどね。あ、そうですか、はい、どうですか、この相手を見て。大きい選手とあんまり当たったことないんですけど、すごくやりがいがあると思うんで頑張ります。はい、闘志が感じられます。第8試合メガモンスター巨大空間を参加する一本勝負をございます。青コーナーイグルになる210番のイーグル澤井。メガモンスター巨大空間ウォーと題されました。本当に巨大空間という感じがしますけれども、いや今のアジャとブルの、ね、入場からアジャのドッキリパフォーマンス、なんか新しいことを、ね、やるんじゃないかと思いましたけれども、ね、はい、いやそれにしてもこのブルシェイプアップされましたね、随分。そうですね、はい、さあアジャコングブル中野、そして LLPW からハーレーサイト、イーグル澤井という巨漢対決という感じですけれども、放送席の方ですけれども、ゲストにLLPW 社長でもあります、そして見事、素晴らしい試合を見せてくれました、風間るみ選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど素晴らしい試合でした。ありがとうございます。もうハードでしたね、20分を超える ね、なんかこう社長パワーっていうの感じたんですけど、どうですか。意地と執念ですね。意地と執念、あのフォールをもぎ取ったって感じでしたね。さあそしてゴングですけれども、意外とはアジャ選手っていうのは、はい、あのブル様以外に、巨漢って言える選手と戦った経験割とないんですよ ね、 自分と同じぐらいの体重の選手とか、はい、この澤井という選手面白いかもしれないですね。そうですか。さあまずはそのイーグル澤井、そしてアジャコングですけれども、本当にこれ女子プロレスとは思えないという形式ですけどね、ものすごいパワーファイト、あった、これは強烈だ。そしてうわすごい、両方とも微動だにしない、うん、意地と意地のぶつかり合いだ。さあこれアジャも、おっとバックへ回ってバックドロップ、おっとアジャすごい一歩出しない、おーそしてお返しだ、バックドロップ高角度、いやーすごい、驚きました。どうですかアジャの今の、ちょっとヘルレーザーズしてましたね。なるほど、
いや、それにしてもこのブルのこのしなやかな、ちょっとブル様っぽくないですね。これはびっくりしましたね、でもメキシコ行く前から20キロばかりウエイトダウンしましたから、あ、なるほど、はい、いや、それにしても随分スリムになりましたブル様ですけれども、風間選手ね、風間社長って言った方がいいですね、このハーレーとイグ控え室の表情というのは、あのかなり緊張してましたね。結構緊張しました、やっぱりね、うちもちっちゃい選手の方が多いんで、はい、2人揃ったのパワーのある選手っていうのはなかなか当たらないじゃないですか、はい、なるほど、その辺ではかなり緊張してました。しかしハーレー選手ってのはなんかこう時見よくていいですね。センスはすごいいいと思うんですよ、感が鋭いんで。なるほどね、はい、スピードではこの4人の中でね一番ありますから、やっぱり、そうですね、やっぱり体格ないのはスピードで補うって感じですよね、まあ、逆に個性を発揮しやすいというのも言えるんでしょうけど、おっと、いや、僕これアザがこうやって吹っ飛ばされたの初めて見ましたけども、いいですねイーグル、いやー、乗ってますね、おっと、こんなおかしい足か、いやすごい、この2人のシングルそのうちなんか見たいなという気もしますね。いいですよね、魅力あるカードですよね、本当に。そうですね、シングルはね、何か真っ向からこうぶつかっていってくれるんで非常に気持ちいいですね、見ててね。おっと、近く好き、本当にアジャというのはプロレス人間だなという気がしますね。ちょっとグレートムタが入ったりロードウォリアーズが入ったりブッチャーが入ったり、ね、なんか骨の髄までレスラーって感じがしますね、まあ、見てる方も本当楽しいですよね。あとまたブッチャー殺法ですね、ブッチャーって感じがしますね。エルボスマッシュ、さあちょっと場内シーンと静まり返ったんですけれども、さあこの辺でまたしてもおあっとグレートムタ違う色出しましたね、緑やですね今のは、なんか口いじったんで変だなと思ったらああいうことがあったんですね。なるほど、横浜アリーナにグレートムタ誕生かという感じですけども、というのはアジュ選手は割と、はい、このオールスター戦ではタッグじゃなくて本当シングルを希望したということで、まあ、記者会見でもね、かなりカード的にはちょっと不満があるなってことをね、はい、口にしてましたから、はい、風間社長ね、はい、イーグルとハーレーのコンビというのは別に定番ではないですよね。定番ではないですね、で先日の後楽園ではシングル戦ってますよね、メインで、はいはい、これは LLBW 代表が2人組んだって感じですか。そうですね、これからもう次の世代をしっかり築き上げていく2人なんで、なるほど、これは社長としても今日の試合注目してるなっていう感じですね、はい、はい、いや、それにしても LLPW で今日小気味というかいいですね、動きが。そうですか、もうやっぱりここでかけるしかないんで、なるほど、名前を覚えてもらって、大きくするチャンスなんでね、やっぱり名前を覚えてもらうって感覚ありますか。はい、ありますね。いや、今うわーというね、背中に強烈なキック、まあ、アジャというのはこのキックを別に前面出してるわけじゃないんですけど、ものすごい蹴りをしますからね。空手出身ですからね、ああ、そしてこれはいいバックドロップだ、あれはなんかへそで投げたって感じですよね、はい、さあブル中野、ブル様、しかしちょっとメキシコ遠征でかなりシェイプアップしての凱旋帰国というところですけれども、おっとこれ強烈、うん、ダブルアームの体勢からそのままバックブリーカー、形がね、やや崩れた分だけかえってなんか、あ、打ちどころがね、なんかゴツッと落ちてったって感じですね。いや、それにしてもこのイーグル選手、本当ただのね、巨漢レスラーじゃなくてね、非常にいろんな技持ってますんで、その辺も楽しみなんですけれども、さあここは、おっと場外に展開した、おっと、お、今度は逆に、お、セカンドロープで、あった、あ、これも綺麗に決まった、うん、こうならばこう、こうならばこうというなんか詰将棋の動き、なるほど、動きでしたね、今そう来たらこう来るぞというね、うん、それがあれじゃないですか、ハーレーの感じの良さって感じじゃないですか。そうですね、やっぱり体細いですからね、どう見てもどうですか、やっぱりこの3人ともね、いわゆるその大型ですよね、ハーレー選手、その辺意識してる部分ってあるんですか、やっぱり。そうですね、やっぱり自分がどうしてもちっちゃく見られちゃうっていうのをかなり気にはしてましたけども、うん、その分はやっぱり技や、それにしてもこのキックが先ほどからいいですね、今ヌンチャクを取って、はい、さあこの辺がアピールのしどころというところですけれども、さあハーレー斉藤、
これはまたこれはブル様の表情も非常にいい。これブル様のパフォーマンスなんですよ ね、 いやこれは粋な演出というか、いやあのレスなんかプロレス心がありますよね、ハーレって。あーなるほどね、初めて見ましたよ。あそうですか。でもああいうことを考えるっていうことは本当プロレス心があるって感じですね。あと今回そしてブルが本家本元と言わんばかりの二刀流という感じでしたけども、どうだと言わんばかりですが、さあこうしてスーパーのダブタック、これ食らっちゃうと一番いけないんですよね。そうですね、この辺はやはり体格差、いかんともしがたい DDT。 さあカウント、カウント2。でもハーレって本当に顔見てると応援しやすいですね。なるほど、応援したくなる顔ってそうでない顔ってありますから。いやここで早くも投入感を出してきた。じゃあイーグルってやっぱ応援しにくいですよね、割と。あそうですか、はい、そういうというのはやっぱり応援しにくい顔ってあるんですよ。あなるほどね、まああんまり表情がね見えない、あの髪の毛が長いんでね見えにくいというのも部分もあるのかもしれませんけど、おっと今度は逆にイーグルが先輩特許を奪った。あっとしかしアジャの頭は当然硬い。いやなんとセカンドのアップ、しかしアジャビクトはしない、自分で打つやっぱり来ましたね。あなんか落ちのつけ方が天才じゃないかと思いますね。あとブル様がコツンとね、そうっていうのは、うん、今の立場だとブル様がサブになって、うんね、アジャの天下ですから、はい、一応コールもねブルから来ましたからね、おっとチャンピオン張ってるのがブルですし、はい、アジャさんですしね。ドリアハオルパイルドライバー強烈です。いやかえってなんかブル中野選手ちょっとお姉さんっぽくなっちゃいましたね。あ逆に おとなしくなったって感じがするかもしれないけどね、これはいいですね。この巨漢から繰り出す川戸落とし、本当にあのフェイントかけてからの技ですから、うん、はい、あそして今度はどんな技を繰り出してくるのか。さあコーナーに振って、おっとあっと強烈なエンズイラリアット、おそしておーすごい、これは裏投げって感じじゃないですか。裏投げかあるいは喉輪落としか、まあ、ここまでの動きどうですか風間社長。今日乗ってますよね。でも、うん、イーグル乗ってますね、はい、あそしてローサイドだからおミサイルキック、これはやんないんじゃないですか。やらないですね、これは驚いた、これも初めてだと思います。これはもうミサイルというのはあれですね、もうメガトンの大砲ですね。さあそしてあのやっぱりハレー選手技軽いですから数持っていかないとダメだと、うん、そうですよね、はい、あとミールキックだっても何十発でやっていいんじゃないですか。なるほどね、見せ場ですからね、うん、ちょうどなんかこう蹴ってるあたりを見るとね山田敏夫みたいなこう雰囲気もありますよね。あそのシングルも面白いかもしれない。あ、ええ、シングルね面白そうですね、ええ、どうですか社長。そうですねさあおっとこれは何かメキシコ仕込みの器用ですね、トリッキーな、はい、ファイトでしたけれども、さあ今度はいけといって、開けちゃってますね、開けてますね。あーアジャが飛んだ、おーすごいすごいすごい、アジャが飛んだ、お何でもやりますね。ブルも飛ぶのか、相手は2人じゃないかな。いやーさあブル様が、ブル様が行くのか、ブル様が飛べた、あーすごい、あ2人まとめて素晴らしい。うわーこれはちょっとシビアだ、やっぱりね、あの、はい、攻めになってまいりました。ベテランのブル様と、まあ、チャンピオンのアジャがね、いつも違う、いつもと違う局面を見せてるから、うん、ハーレーとイーグルもいつもの5倍ぐらい新しいもの出さないと、はい、そうですね、本当はこの合体は何があるのか、あー危ない危ない、これかな、これはかなりなんか頑張れ、危ないぞ、危ない、頑張った、今の打ち方はちょっと危なかったですね。でもこのガッツがなんか、いや自力で返しましたもんね、うん、パッドじゃなくてね、ハーレーマニアって増えると思いますよ。あーっとこれもうまい、これもうまい、あそしてイーグルが帰ってきた、危ない、おっとイーグルも飛んでますね。いや場外でも目が離せないという展開になってまいりました。あった、あーすごい、これは美しいニールキック、カウンターでヒットした、ね、美しかったですね、はい、さあそしてへそ投げのバックドロップ、いや息を吹き返したハーレー、あれだけ攻められていながらこ の, あでも、ね、このバックドロップは立派ですが、おっとあリバースの DDT、はい、
さあカウントはアカウント2。これメキシコでバンピーロカサノバって選手が、ねはい、あのフィニッシュしてる技なんですね。あとあおっとこれは素晴らしいタイガースープレックス。危ない。こんなことできるぞこんなことできるぞっていうのは本当どん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 今クロニルファンに見せた方がいいと思いますね、はい、いやブルさんもいとも簡単に投げましたけども、あーっとこれも強烈。これはイーグル選手の得意技ですね。そうですね、はい、バディープレス。さあかなりシェイプアップしたブルですけれども、この辺はメキシコ仕込みの何か技を考えているのか。あっと一回転した、ちょっとティルトスラムっぽいね、はい、おっといやこれ流れいいですね。かなりタックのうまく繋いでますね、はい、繋いでますね。定番タックではないにしろ非常にいい繋ぎ。あっとこれも強力。あそしてコーナーコーナーに登っているのはハーレだ。さあタッチをして、さあ何があるんだ。あこれはダイビングボディープレスでしょうか。ブル危ないぞ。おっといや今かなり飛距離もありましたし、うん、持てるものを全て出すべきですよ。もちろん相手が相手ですしね、うん、持ってるものの5倍ぐらい本当は、はい、あーっと危ない。バックドロップホールド。頑張れ頑張れ。いやーああいうとこで体格差出てきちゃいますね。そうですね、うん、ちょっとね。しかしその辺は本当に頑張ってほしいが、おっとあハーレが、あっこれはおジャパニーズレッグに、あやっぱり体がないっていうのは、はい、完全にねブリッジまで行きませんでしたね。相手はやっぱアジアですからね、はい、おっと今度はあーっと引っ張っていった。おっあうまい、これはうまい。この辺の応用がセンスのあるハーレーならではの攻防という感じですけども、ね、一瞬タイミング間違ったら、うん、パワーボムもらうところでしたよね。さあそして今度はあーまた裏からな。しかし2回は同じ技。おっと、いやこのまま落とすのかと思いましたらリバースできました。さあカウントはカウント2。返し方一つも新しいですね今日のアジアは。そうですね、あっとあグローブを直したと。裏剣か、このところ鳴りを潜めていただけ。危ない、あっとボロに入った。もらっちゃうと大変なんですよね。大丈夫でしょうかね。あれこれはなんとかガードしないと危ないぞ。キックで、あー来た。やっぱりこういう頑張るハーレーが好きっていう人多いと思いますよ。あそしてあブル様が、ブル様がこれかフィニッシュへの序章なのか。これはブル様がトップロープ、あーあー出たー、キョチンドロップ定番です。カウントはお返しましたね。でもその後がありますから。ムーンサルトですか、ムーンサルトですか。おっとあローリングセット、ローリングしてのギロチンかな。さあカウントはローリングギロチンっていうんですか。いやそれにしてもこのアジャブルにねこの LL あブルがこれはあ手を取りました、手を差し伸べたブル。さあアジャはお、アジャの、さあアジャがマイクを取った。ハーレーイーグル、思ったより役者でした。イーグル、大阪待ってるぞ大阪。いつでも覚えててやるからな、大阪来い大阪。アジャのなかなかやるじゃないかというマイクアピールでしたけども。でもあんだけね不満だって言ってた割にこうやって認めてもらったっていうのはやっぱり大きいですよね、はい、そうですね、予想通りに暴れまくってくれました赤コーナー全日本女子のブル、そしてアジャ両選手です。素晴らしい、なかなか今日は楽しんでやってたんじゃないですか。まあね当然でしょう、まあ、うん、楽しんで勝つと、うん、いつも言ってる通り、うん、その通りになりました。相手の印象どうでした。まあ最初すごい不満だ不満だって言ってて、まあ思ったよりやるなと思いましたけど、うん、でもまあ、これではっきり前場の強さがよく分かってもらえたんじゃないかなっていうか、こっちはそんな技とか出してないんですよいつもの、うん、それほど出すほどのあれもなかったし、でその分でも向こうのものは全部受けてやろうって、まあ前場の一番の打たれ強さっていうところを見せつけたんじゃないかなと。なるほど、はい、私たちを楽しませてくれました。そしてブル中野選手、最後にヌンチャクを渡しました、はい、ハーレーに、はい、ということはやはりそれだけ実力を認めたのかな。そうですね、あのヌンチャクやったのあの子初めてだったんで、うん、それでっていうか、はい、あげたんですヌンチャクを、うん、
それはどういうことなんですかね。まだ対戦とか全然決まってないから、勝手なこと言えないんですけど、もう一度やりたい。次は大阪でも試合予定されてますけども、それに対しては、まあ、次はイーグル、カンドリーで、まあ、ハーレーは抜けるんですけど、まあ、イーグルっていうのはまあ大体今日でどんなもんか分かったんで、まあ、カンドリーもね、まあ、どんなもんだか女子プロ史上最強とか言ってますけど、本当の最強とはどういうものか、カンドリーに対してよく教えてあげましょうと、そんな感じです。はい、本当に強い。ないんで、大きいだけでやっぱり使う力もやっぱり使っちゃうし、だから結構いい勉強になりました。大阪大阪って言ってたけど、もうこっちも負けられないし、絶対大阪ではもう勝って帰ってきます。アジャ選手とタックル合戦した時の気持ちはどうでしたか。スカッとしますね、やっぱり。小さい人はやっぱりもう吹っ飛ばせるのも分かってるから、やっぱりどこまで吹っ飛ばせるかなと思ってたやってきたんですけど、ボディアタックでぶっ飛ば一発でもぶっ飛ばされたぶっ飛ばしたんで、すごい爽快だったんですけど、結構なんか粉とかなんか吹って吹いてる。吹いてましたね。アジア選手の粉吹いてるパフォーマンスはどうでした。アブドラザブッチアバリの。あんまり見てなかったんですけど、でも結構キャラクター的にすごいと思いますし、自分ももっともっと負けないようにね、もう頑張るしかないと思うんで、もう大阪はちょっと認めてくれたと思ったんで、このマッチメイク結構不満に思ってたみたいなんで、でもちょっとは認めてもらえたかなって感じで、でももう大阪はカンドリーさんと組むんで、あとはちょっとしかないですけど、ちょっと練習してコンビネーションもバッチリにして大阪行きたいと思います。あのマッチメイクだとやっぱりハレが一番小さいからすごいやられたんですけど、でもハレも結構すごい小技で頑張ってたんで、最後やられちゃったんですけど、やっぱり的は向こうに絞ると思うんでね、すごいやられちゃったんで、でもまたこういうブラージャーとハレーと組んで戦えたら、もう本当に今度は白星を狙っていきたいと思います。第9試合はフルパワー運命闘争93、まずは赤コーナー堀田由美子です。さあ、とうとう因縁の対決、決着の時が来たんじゃないでしょうか。そうですね、私にはこれが待ちに待った戦いですから、8年越しの夢がやっと実現するっていう感じですね。この8年間やっぱりいろいろ頭の中よぎるんじゃないですか。そうですね、やっぱり戦いたいと、8年前に戦いたいねと言った言葉が正夢になるとは本当に思ってなかったんで、今日は本当に今まで8年間やってきたプロレス生活、一番いい試合をしたいと思います。今日は蹴りますか。もちろんです、もうぶっ倒れるまでガンガン蹴ります。はい、そして青コーナーは JWP のダイナマイト関西選手です。さあ、8年前に一緒にやろうねという誓いあった2人ですけれども、はい、それが実現しそうですね。本当に8年経って、こんな夢のような舞台を用意していただいて本当に光栄だと思ってます。この今まで8年間別々で生きてきた道を、その空白の分を今日はもう本当に蹴りと気迫で、心のあるプロレスをしたいと思ってます。今日は蹴ってくれますか。はい、蹴りまくります。蹴る、いけんこみたいな。
大丈夫です。いや、そんなことないです。あと第9試合です。フルパワー運命闘争93と題しまして、全日本女子プロレスから堀田由美子、そして JWP からダイナマイト関西、夢のシングルマッチ。これはもう、まあ、試合前ね、斉藤さんとも話しましたけども、僕も斉藤さんも緊張度高いですね、うん、一番楽しみにした試合じゃないですか。そうですね、テンション高いですからね、うん、はい、いや、これ実質上のメインイベントだって本人たちも思ってますし、うん、お客さんもね、うん、実質上のメインイベントだって思って見てる人も多いんじゃないですか、やっぱり。そうですね、これはさあ、ゴング、もうここまでのね、もう展開がこの2人のシングルマッチ余儀なくさせたという、まあ、流れになってきましたけれども、またプロレスの技系よりは、うん、女 UWS 系というような ね互いにもう重厚な蹴りを持っているというこの2人のスタイル、非常にね、スタイルも似てて、風貌も似てて、体格も似ててそれでいては同じオーディションを受けてという、もう本当に運命闘争という運命の出会いなんじゃないかなと思いますね。タイトルがついてますけども、本当にそんな感じがするわけでありますけれども、それに、はい、ダイナマイト関西にとってこれが晴れの舞台であるとともに、はい、堀田にとっても、うん、かなりこれは晴れの舞台ですよ。そうですね、どうしようというと、やっぱり全日本女子の中では注目はされていますけれども、はい、やはりステータスはちょっと大関というクラスですからね、まあ、シングルでね、メインを張るということは、まあ実力が認められているにもかかわらずですよ、なるほどね、もちろんね、キャリア、そしてパワー、テクニック的にも十分なものを持っているんで、あーっと来ましたね、そろそろ、あーっと強烈な蹴りが入っていますけれども、おっと、すごい関西の蹴りがビシバシと入ってきます。さあ、この辺のお互い意識したね、あとお互いの蹴りを意識したものすごい試合が展開されるという気がするんですけれども、まあ、2人とも試合前なんか非常に何ですかね、楽しみにしてるって変ですけども、本当にやりたかったというか、いや、いよいよやっとシングルマッチができるよみたいな、ね、一世一代の試合なんじゃないですか、プロレス人生において、はい、本人たちも楽しみにしていたというこのシングルマッチ、堀田選手、はい、素晴らしい顔つきしてますよ。なるほどね、あった、おすごいバックドロップだ。今度はホットの蹴り、また一瞬でも気抜いたら顔に来ますからね、ますね、はい、ガードは欠かせないんですけれども、さあこれはさあ、今日は堀田もね、いつもの紫のレガース紫のコスチュームから白をね全面に押し出した、はい、でも紫が入ってますからね、それがスパンコール入ってますしね、うん、よそ行きに着替えてきたって感じですね。なるほど、でも自分のロゴは同じですから、はい、あとさっき関西が先に入場してきましたよね、はい、その時にやっぱりこの入場ランプの上を胸を張ったりしたでしょう。なるほど、うん、これがなんかすごく象徴的だっていう感じがします。これはどこ行っても堂々としますからね、うん、特に今日は、うん、これが自分のリングだっていうね、うん、自分を見に1万6000人のファンが、ね、うん、集まっているという感覚があると思います。なるほど、大勝負ですからね、はい、まあ、現にね、こう思ってももういいんじゃないかという気がしますけどね。いや、大勝負ですよ、ね、当然、はい、やっぱり、うん、プロレスって不思議だなという戦いですよね、うん、その8年前に同じオーディションで同じオーディションを受けて、はい、2人とも落っこっちゃって片や受け直して全日本女子、全日本女子に入った堀田選手と、後に、旧ジャパン女子プロに入った、まあ、その頃ミス A って名乗ってましたけどね、はい、巡り巡って戦う日が来るんですね、こうやって、しかも
もう2人ともね、申し分のないこの成長ぶりというか、順調にね成長してきて、これだけのステータスをそれぞれ掲げてのねシングル戦ということですから、本当に価値があるなという気がしますけれども、そしてやっぱり真面目だからここまで来たんですよね。もちろん上の方を取る選手全員真面目なんですけれども、とにかくプロレスに対してものすごくクソ真面目なんですよね、ダイナマイト関西という選手は。だからこうして巡り巡ってもやっぱり大舞台に立つ日が来るっていう、励みになるというか、他のプロレスものの。さあ、ここまではまだちょっと嵐の前の静けさかなと。でもシーンとしてというよりはとにかくテンションが高いですよね。ピリピリしたものをね、感じますよね。あっとやはりこのシングル戦だった。あっとこれは顔面にもろに入った。いや本当に何かこの女版 UWF というか、一発のキックにね重みがありますので、これだけ一発のキックで会場が湧いてしまうという。いやこれカウントが入ればダウンなんですけれども、おっと危ない、倒れている関西に容赦ない顔面キック。あーっとたまらず場外だ。これはかなり入りましたね。とちょっと心配ですが、もろに顔面に入り、そしてその後側頭部に。あっと関西だいぶこれは、これはかなりダメージですね。強烈な一発をもらいました。ちょっと足元がふらついているが、関西どうか。さあカウントが進みますけれども、いい顔してますよね、このいいですね。またこの待ち構える堀田、さあそして殺し合い初めてロープに振って、今度は何だ、うわーっとよく見てましたね。あーコーナーから飛んできての、二次鉄エルボーっていうんですか、それをキックで、読んでますからね、今もう蹴った関西まで痛かったなっていう表情をしましたけど、でもそういう試合に必然的になりますよね。なるほどね。どっちが我慢したかという。そしてこんな鉄柵、あーっとやっぱり来るの分かってますから、構えてましたね、危ない、場外で蹴りまくる。先ほどの返したと言わんばかりの体、すごい、大丈夫でしょうか、堀田、何か先ほどのキックをもう倍にして返してやるという感じの気迫がこもって、非常にものすごいキックは連発しましたけれども、あっと、もう一発だ。堀田これ顔面無防備になると危ないですからね。あっと危ない、あー痛っ、もろに入った。ちょっと今ガードをしてないと、エプロンでもロープダウン取った方がいいですね。大丈夫でしょうか。いや先ほどはねもうよくも顔面にいいやつ一発入れてくれたなという関西が、あっとダウン取りましたね。あっとこれは10カウントで堀田のノックアウト負けになるんですけれども、おっと堀田大丈夫でしょうか。あっと堀田ちょっと朦朧としてますね。あっとセコンドが、あセブンです、セブン、あっと危ない、8、あっ堀田大丈夫か。あっとお、これはもう一度カウントがというか、まあ、プロレスのあれですから、立ってファイティングポーズ取る前にもやっぱり試合再開しちゃいますよね。なるほどね、自然的に。はい、さあここでもう一度カウントが、レフリーがニュートラルコーナーに関西を下げておけばいいわけですよね。はいはい、おっと、あこれはゴーですね、ゴーサインが出ました。さあ今度はもうこことばかりに蹴りまくる。あーっと危ない、危ない、本当何かこのUWFの試合を見ているかのような錯覚を覚えてしまいましたけれども、要するにダイナマイト関西が求めていたプロレスと、堀田由美子が求めていたプロレスというのが、結局同じものだったんですよね。なるほど。今まで遭遇することがなくて初めて遭遇したわけですから、やっぱり
今までできなかった蹴りとかね、存分になんかやってます、打撃戦っていうかね、この相手によって自分が探していたものを確かめるっていうか、やってますよね、そういうことを今独特のね、緊張感というか、一発のキックの重みというか、そういったものはやっぱりきちっと伝わってきますからね。まだ終わってないですよ、全然、確かに堀田選手フラフラしてるかもしれないですけれども、もちろんね、もう全然終わってないですよね。前場の選手回復早いですからね、もう一回こうやってリング一周したともう回復したりしますから。さあそして今度はローキックだ。さあそしてあっとここですでにあとあドリアホルパイルドライバー、あっと大丈夫か堀田、甘い、今目を見開いてキックアウトしましたよね。はい、なんか堀田選手が目をガッと見開きましたよね。堀田この辺でさあスリーパーホールド、この辺かなりスタミナをロスしている堀田できつい攻めになってまいります。あーっとあーっぐいぐい締め上げます。いや何かこのスリーパー一つ取っても非常にこう緊張感がある一触即発のなんか状態というかね、そういったものを感じますね。堀田あっと向こうでデビルが声出してますね、はい、これまでの試合とはちょっと打って変わってというか通天閣スペシャルというすごい技がありますから、ね、あしかしもう一発ドリアフルパイルドライバー、通天閣はフィニッシュにとっておくのか、まだまだ堀田も行くでしょう。さあそして今度はおっとサソリですか、ダイナマイト関西サソリもかなり使えますね、はい、さあステップを出した、これもがっちり決まっています。やはりこの、ね、体格のある関西にずしっとこう体重を浴びせられますとこれはかなり苦しいものがあります。堀田さあどうか、おっとここであえてサソリを外して、さあ一気に勝負に出るのか関西は。しかし堀田もよみがえったか、今の絶妙のタイミングでニールキック、ニールキック、そして側頭部を捉えた。おっと堀田もフラフラだ、堀田もフラフラだ、しかしいやここからじゃない堀田の、あっとラリアット、ここから堀田、しかし関西そうはさせない、もう一回ドリアホルパルドライバー、さあホール、あっと危ない、カウント2、いやー堀田大丈夫でしょうか。さあそしてこれはトップロックのなんだ、あっとフライングヘッドバットを狙ったんですけれども、あっとすごいアリアット、そのまま抑え込んで甘い、いやー堀田選手危ないところですが、かろうじてカウント2で返した。堀田はかなりこれ日焼けをしてね、あれですね、かなり体もこう形やも良くなったかなという気がするんですけども、コンディション的には両選手ともやっぱりかなりベストに持ってきてるんでしょうね。ベストに持ってきてるんじゃないですか、はい、おっとダブルアレット、あそしてかわしてうまく当たった、バックドロップ高角度あそして反撃だ、堀田が蘇った、さあ後頭部に蹴り、いやたまらず場外だ、関西、あっと、いやーさあすごい、もうサッカーボールキック、いやーしかし堀田も回復早いですね。しかしね、もう一時はダメかというぐらいグロッキーだったんですけども、もう一発のね先ほどニールキック、そしてドロップキック、バックドロップから蘇りました。蹴られた時はあれですけれども、はい、やっぱり衝撃のある技をもらった後、はい、なんかかえって目が覚めちゃうからね。あなるほどね、そういうこともあるんですか。あそしておっとタイガードライバーだ、カーオーブレイ、おっと今
のは3入ったんじゃないかという、いや騒然としました、横浜アリーナの1万6000の大観衆、ね、いやこれはねもうすれすれ。さあそしてあーっとバックローからの、あれ危険度が高いですよね、難度が高いだけに、はい、さあそして今度は関西が読み上がった、あーしかし関西もだいぶ来てます、蹴り力か、あー堀田もアガードをしないと危ないぞ、あそして最上段、あーっと宙吊りだ、宙吊りだ、さあロープに宙吊りだ、あーっとこれはデンジャラスな攻撃、デンジャラスだ、これは危ない、あまりにもあまりにも危険すぎるこの技は、いやーえげつないですね今のは、まあああいう状況ですから、はい、待ってやるわけにもいかないですね、いやしかしよく耐えました関西、そしてもう一回もう一発、カウントは、うん、カウント2、まだまだダイナマイト関西も元気ですね、そうですね、堀田はやはりフィニッシュホールドのピラミッドドライバーへの布石なのか、この2連発まだまだ両選手とも必殺技を出していません、さあここで今度は関西がかなりノックダウン気味、めっちゃ打っちゃえよって感じですね、あとこれでおっと、さあこれはカウントが入りますね、関西大丈夫か、あもう場内からは悲鳴とも思える、悲鳴とも思える歓声が、あっと関西大丈夫か、あまだしかし、まだまだ闘志はみなぎっている、その目には闘志はみなぎっているような気がするが、さあどうか、ん起き上がったぞ、さあここで起き上がった、あーっと容赦はしない、先ほどの返しは堀田、両選手とも一度ずつのダウン、10カウントを数えられています、さあこれはあカルビアンスプラッシュってありますからね、堀田のオリジナルフィニッシュホールド、腕を固めてそのままカルビアンスプラッシュ、危ない、受け身が取れないぞ、受け身が取れない、さあカウントはあっと、よく返しましたね今のは、あそしてもう一つのデンジャラスな技、あピラミッドドライブの形でしたけども、そのまま投げ捨てました、さあカウントはあーロープ、汗かいて滑ったのか、それとも、うん、関西が重かったのか、耐えたのか、はい、うん、おっとかわして、あ関西あれだけの技を食っていながら、あ持ち上げた、数点角守りに行くのか、危ない、堀田危ない、すごい通天閣、あれカウント3、入りましたね、カウントは3入ったか、あカウント3入った、際の多いところですが、カウント3入りましたね、いやそれにしてもあーっと関西アピールをしようとしたんですけれども、思わずもう成功を突き放したという、いやあの通天閣ドライバーのタイミングはもう素晴らしかったです、失礼した、あれを必殺技と呼ばずに何を必殺技と呼ぼうかと、もう落差といいね、いい顔してますね、フィニッシュの形といい、はい、堀田8年間は長かったけど今日がスタートとして、これから一緒に戦っていこう、まだこれから続くんだよ、分かってるかお前、これからまだまだ8年じゃ甘い、まだ10年や15年ずっと戦っていこうじゃないか、8年間の2人の思いがリング上でスパークしました、勝ちました JWP ダイナマイト関西選手です、どうぞおめでとうございます、ありがとうございます。
この8年間振り返ってみるとどうです？長かったようで短いような、なんか本当に会えてよかったっていう人と今日はできて本当充実感があります。うん、試合中覚えてます？いや、あんまり覚えてないです。なんか自分がホールしてんのかホールされてんのかちょっと、朦朧としたところが何回もありまして、危なかったんだと思います。最後も本当にっていう感じで、すごい試合でしたよ。嘘。すごい試合でした。嘘。ビデオできたら見たいなと思います、早く。そして最後に、これからがスタートだ。はい。言葉。はい。本当、8年間別々の道で生きてきて、本当に良かったと思います。これが同じ団体であればこういうリングで巡り合えなかったと思うんですよ。今まで別々の道で生きてきて、初めてなんか宝物を拾ったような、なんかそういう心境です今。これからですね、はい、頑張ってください。おめでとうございました。どうもありがとうございました。なんだよ、タオル持ってきてあげて。すごいよって言ってましたけど、はい、すごいです、聞きました。もう本当にうちの選手も蹴りを使う選手がいるんですけど、やっぱり関西の蹴りっていうのは一つ違うっていうか、痺れてもいつも背中だけなんですけど、やっぱり関西の蹴りは手や足の先まで痺れるぐらいすごい強打の蹴りを持ってます。もう一つあるんだけど、これからも同じで、だからちょっと先に試合中もどういうことになられてました。やっぱりガンガンもう蹴りまくるしかないんで、蹴ることだけを頭に入れてたんですけど、もうやっぱりまだその蹴りで倒せるという打力が自分にすごい欠けてると思いました。8年間プロレスやってきて、本当に情けない話だと思います。これからももっとやっぱり蹴りもまだ甘い、他の団体にはすごい人がいるんだなと実感がありました。今度当たる時まで必ずもう大場所で絶対当たりたいです。できるならば8月武道館で何かをかけて選手生活っていうか、まだ分からないですけど、それぐらいかけてもいいという気持ちで必ず勝ちを狙いに行きます。第10試合はデンジャラスクイーン決定戦横浜極限ということで、まずは赤コーナーです。北斗晶選手、いや記者会見びっくりしましたよ。ああいった形になるとは思いませんでした。ああいう形しかできないだろ、あいつだったら。女子最強のカンドリという話ありますけれども、だから誰が言ってんだよ女子最強って。てめえで言ってるだけだろ。やっとこの日が来たって感じだよ。あいつの化けの面剥がしてやっからな。極
今日はどんな試合になるんですか？どんな試合もこんな試合もめたくそにやるだけだよ。一方の青コーナーは LLPW から神取忍選手です。さあこの対戦、記者会見を見てるだけでもね、もう危なすぎるんじゃないかなっていう感じするんですけれども、どうですか？生意気なんだよ、とにかくあいつは青北はね。だから今回もうあの生意気な口はね、二度と聞かせないように、言わせないような、ガツンとやってやりますよ。女子最強の化けの皮を剥がしてやるというようなコメントもありましたけれども、うん、生意気だよ、とにかく。どういった戦いになるんでしょう？もうあれじゃないのかな、お前らここまでやるなよみたいな、もうどこまで行っちゃうかっていうのは分かんないよね。そうですか。まあ見てのお楽しみみたいな。いやゾッとしますねこれは。第10試合デンジャラスクイーン決定戦、横浜極限、時間無制限一本勝負を行います。青コーナーレディースレジェンドプロレスリー175パウンド、神取忍。赤コーナー全日本女子プロレス155パウンド、さあいよいよセミファイナルということになってまいりました。この夢のオールスター戦もあとはセミファイナル、そしてメインイベントを残すのみということになってまいりました。そしてこのデンジャラスクイーン決定戦、いやそれにしても斉藤さん、はい、どんな試合になるんでしょうか？この一戦だけは本当に予想つきませんね。まあしかし北斗そして神取、これまでのまあ経緯というか2人のねピリピリしたこの意地の張り合いみたいなところがね、もう異様な緊張感というかね、リングアウトはありません。なるほど。これはまあ完全決着ルールと考えてよろしいですか？そうですね、はい、ここはちょっと風間さんに、はい、コメントを求めながら、なるほど、じっくりと見ていきたいなという感じですけども、風間さん、神取の試合前の表情ってのは、いや今来た時、おっと感じですね、今張り手ですか？おい神取、てめえが日常がそんなことだろ、立ってみろだ。おっといきなり喧嘩、落ちてみろ。おっとブーイングもありますが、拍手とブーイングが交錯しているこの横浜アリーナ。おっとこれはもう予断を許さない、なんともデンジャラスな雰囲気です。あっともう殴り合いになった、喧嘩だ。あっとただの喧嘩になった。あっとなり合った。おっと関節だ関節だ、あわーっと甘い、危ないですねこれは。あと、これは今脇固め、あっとホストが外れたんですかね。あっと肩外れましたかね。ちょっと心配ですけれども、いや神取がもうものすごい形相でものすごい角度で曲がってましたからね。これは、もう試合前からかなりもう本当にピリピリしてましたからね神取は。そうですか、はい。でもこういう気持ちになるプロレスっていうか試合っていうか相手ってあんまり巡り合ってないですよね。そうですよね、ここまで本気で怒らせたっていうのは。さあコールドスプレーで冷やしていますが、ちょっと心配ですね。北斗ひょっとしたら肩が外れたかもしれません。本当ですね、神取選手っていうのは僕らにとっても割と幻のレスラーなんですよね。あの実力ナンバーワンとか、やっぱり、関節技ナンバーワンとか喧嘩でやったら一番強いとか、いろんな伝説があるんですけれども、その伝説を証明してくれる試合っていうのはまだ見てないんですよ。そうですよね、
一時は長屋選手なんかとね、越境対決なんて盛り上がった時もありましたけども、まあ、実際にこれ前所のファンはね当然なかなかねカンドリ選手とこういったシングルマッチなんても特に見る機会は初めてかと思うんですけど、ね、今LPW カンドリのライバルっていう選手不在ですよね。そうですね、実際に不在ですね。まあ、やはりこれはこのセミオン・ジョストロース北斗もこのままでは引き下がっていないでしょう。やりやがったなという表情ですけれども、プロレスっぽくないプロレスラーの典型っていうのがカンドリでしょ、でもうなんかもうプロレスラーらしいプロレスラーの典型みたいな選手が北斗ですから、ね、本当は水と油なんですよね。だからその辺でどういう展開なのか全く読めないというのは本当にあれなんですが、まあ、とりあえずデンジャラスな雰囲気というだけは間違いないですよね。あっと北斗も蘇ったぞ。これは張り手合戦。あっと顔面に膝かな。もう喧嘩です、完全に喧嘩。あっと足を取ったがロープレイクだ。危ない。いやなんかこの関節技に入る時のカンドリの殺気ってなんかすごいですね。こうなったら面白いっていう展開になってきましたね、はい、まあ、やってる方はありましょうけど、これはどういう形になってちょっと揉み合った形ですけども、今のは回転してディフェンスしたんじゃないですか。なるほど、の方がこの辺も関節技は重々、まあ、試合前からね当然意識はしてる、あるいは警戒はしてるんでしょうけれども、さあ今度はリング外。おっとここでメキシコ殺法なのか。あっとこの辺が水と油なんですけども、やはりまともに受けてはくれないという感じですが、やりにくいでしょうね、ああいう技は、はい、さあカンドリ今度はどういう攻めを見せるのか。さあ抱え上げてのボディスラム。今のボディスラムなんかもう全然プロレスっぽくないですよ ね、 なるほどね、投げつけるって感じですから、しかしこの子は腕を取ってディフェンスする北斗。何か先ほどのね蹴り合いの、まあ、UWF かなという試合でしたけれども、この試合も何かこのサブミッションの取り合いという様相を制してきまして、でも、さっきの、ダイナマイト関西選手と堀田選手の戦いっていうのは、はい、割と同じ気持ちを持った選手同士の戦いでしょ、ね、これは全くなんか違うところでプロレスをやってきた人たちの、違う、なんか違い、その違いが面白いっていう試合ですから。そうですね、まあ、どのあたりでやっぱりエグい試合っていう感じになりますよね、果たして噛み合ってくるのかというのが非常に、ともう別にカンドリ選手の試合っていうのはプロレスの技っていうよりは、カンドリ流なんですよ全部ね。なるほどね、そうですよね、割と柔道殺法そして関節技だから、たまにラリアットとかやっちゃうとあんまり似合わないんですよね。それは言えてますね、はい、だからグイッと掴んでなんかギュッと締めるとか、腰長一本とか、これ強引にこれ強引にチキンウィンガーブロックの形に持っていこうという、いやそれにしてもおっとこれは逆に腕を取りましたけども、あっと、あ、脇固め、結構来てますね、脇固めの体勢、あっと、あっとこれたまらず、いや北斗にも意地ありますね、先ほどと同じ、ちょうど脇固めでも同じようにね、体重をかけての脇固めをお返しという感じでしたけれども、さあ今度は場外だ、あっとものすごい音、今北斗選手がカンドリ選手を無理やりプロレス的世界に引きずり込んでる途中ですね。なるほど、これはあっとデンジャラスだぞ。さあ机の上で何をやるんだ。おっとあ危ない、ああっとこれは入れ替わった、入れ替わった、スーブストッパリドライバー、あーっと体が物に入った。いやー北斗が狙おうとしたそのツームストーンパイルドライバー、これ机硬いんですよねこのね、あすごい、これは大丈夫でしょうか。ものすごいシビアな戦いになってまいりました。やっぱりカンドリ選手というその不器用さ加減が怖いですよね、やっぱりですよね、はい、そうですね。だからおそらくカンドリ選手って
華麗な技をやるタイプじゃないんですよね。全然違いますね。全然華麗じゃないですよね。あーっと大流血、北斗大流血だ。おびただしい位置。ものすごいおびただしい位置です。いやー、どうしようですかね。なんかもう穴開いちゃったぐらいですかね。いや、本当にこれデンジャラスです。デンジャラスな戦いになってまいりました。こればっかり繰り返してるんですけれども、ただああいうところでね、はい、カンドリ選手がプロレス技を使って北斗を痛めたことによって、試合の色っていうか空気っていうか味は北斗のものになっちゃいましたよ、かえって。なるほどね、ペース、これからの先輩、展開が、はい、さあ、そして殴った。この形相はもう男勝りと言ってしまっても言い過ぎではないでしょう。カンドリ忍、そしてロープに飛んで、あっと、この辺もね、もう非常にいかついんですよね。不器用ですけれども、ガツンとこう、やった、ものすごいキックだ、蹴りって感じですもんね、はい、あっと今度は北斗が掴んだ。ラリアットで返した。さあ、全場ファンは今度は北斗の、北斗反撃だ、北斗の反撃だ。おっと、どこまで行ってしまうのか。ああ、場外乱闘だ。横浜アリーナは広いぞ。これはどこまで行ってしまうんだ。あっと、椅子に叩きつけた。そうですね、それをよく頭に入れてますね。あっと、ここで危険な技を仕掛けようという魂胆でしょうか、北斗。どこで何をやるんでしょうね、今ね。ちょっとこれは、あ、もう場内総立ちで、今ちょっとどこにいるのか全く見失った状態ですけども、あっ、ここにいた。ガードレールですね。あ、はい、ちょうどアリーナ席と、あっと、これを仕切る。決闘になっちゃいましたね。もう、エニウェアってやつで。エニウェア、エニーホールという感じですけれども、あっと、これはもう一種のデスマッチと言っても過言ではないんでしょうか、ないんじゃないんでしょうかね、これはね。風間選手ね、カンドリー選手は場外戦とかそういうものは、あ、やっぱたまには使ってますけど、たまにはやってますか、あっと、流血は、カンドリーも流血ですか、あんまりないですね、ないですね。いや、それにしても、なんか初体験の世界に足を踏み入れちゃいましたね、カンドリーが。しかし北斗のこのちょっとおびただしい位置は、ちょっとすごいですよ、ね、ちょっと量がすごいですね、大丈夫でしょうかと言っても、なんとなくドロドロになりながらも北斗がじわ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 とカンドリーを自分の世界に引き入れてるっていうような、そういう雰囲気もありますよね。うわー、ものすごい表情。うわー、これはものすごい位置になった。それにしてもこれ、ちょうど北斗が入場してきたときにかぶっていた真っ赤なハンギの面なんですけれども、あれをまだかぶっているかのような、こんな表情になってましたけれどもね、ちょっとすごいですね、血の量が、はい、いやー、ちょっと心配ですが、そしてこちら流血初体験というカンドリ。前にもでも昔一回ありますか。そうですか、あるにはあるんですよ。ハンドリもこれはちょっとどうですか、こういう展開予想しました。ちょっとかなりね、消耗戦デスマッチという感じがしてきたんですけれども、やはり急遽リングアウトはないという先ほどのルール変更がありましたのでね、そのあたりがちょっとこの2人のね、導火線に火をつけてしまったのか、そんな感じがしますけれども、血の量を比較してもしょうがないですけども、やっぱり北斗選手異様なほど血が出てますね、はい、強烈。あ、これカンドリもだいぶ来てますね。いや、北斗もフラフラだ。あっと、そういえば華麗な技を使うはずの北斗がね、北斗がだんだん蹴りとかが今度はカンドリっぽくなってきましたね、不思議なもんですね、これ、わーっと、すごい、
いやこれはもう何か喧嘩ですね、完全に、ええ、あご覧のように北斗の顔面待ちで真っ赤ーっとヒールキックを真っ向から受け止めた。さあカンドリも、カンドリは今度何を出すんだろう。やーっと振りをぶち込んでるんですね。喧嘩ですね、これは喧嘩ファイト。あっとエルボー。さあそしてお、プロレスの技が、おっとそのままブレンバスターかと思いきや、そのまま場外に投げつけて、おっとなんとカンドリプランチャー。難しいですね、うん、あんま似合わないですけどね。でも相手にぶつかっていくという意味ではね、今のは、ええ、プランチャーじゃなくて飛び込んでただけだと思いますよ。なんかその方がカンドリらしいっていうのは、ね、はい、ね、意外とあれじゃないですか、あの風間選手ね、はい、カンドリ選手はシングルの長期戦っていうのは例えば20分とか30分とかね、はい、そんなにやってないですよね。そんなにはやってないですね。長い試合やんないですよね、やっぱ、はい、割と捕まえちゃ倒しちゃうっていうタイプですから。そうですね、マラソンマッチやってないですもんね、はい、結構早期決着つけちゃいますもん ね、タイプ的にね、うん、まあ、それだけ圧倒的に強いなというところもあるんでしょうけども、分からないところが多いんですよ、カンドリって選手は。そうですね、スタミナがどのぐらいなのかとか、技がどのぐらいなのかとか、証明されてない部分もあったんですね。あっとバックを取られたが、おっと力づくだ。あっとあーうまい、北斗がうまくロープを蹴って足かかってますね、はい、あーうまいですね。かけた方のカンドリの後頭部を強打したという感じですけれども、このカンドリのそのスタミナってどうなの。あっと危ない危ないぞ。あしかし回転して耐えようとする北斗ですが、しかしそうはさせじというカンドリ、ポールじゃなかったですね。あ締めに来ましたね、危ないぞ。あっと今度は首を抱えて、危ないぞ北斗、危ない、あっと抱えられた、あっと抱えられた、あ完全に入ったか、地球ウィングフェイスロックだが、危ない、あれリングの中央で地球ウィングだったら一回の終わりだし、そうですね、いやー北斗危なかった、逃げ切りましたね、近かったから良かったです、それあの体勢でホールじゃなくて関節持ってこうってことがまたすごいですね。そうですよね、いやそれにしても多分これフォール負け、フォールでは試合終わんないですね、きっと。あそして、あーっと出た、ショートレッドパイドライバー、強烈。さあ、15分を経過しました。ハンドリはこの15分経過、ホットスラシングル、未体験ゾーンなのかもしれません。さあ、ここからどのような自力を見せてくるのか、その辺も非常に興味深いところですけれども、さあ、ロープに振って、あーっと強烈、ダメヒットしますね、強烈にカウンター。あのロープに持たれ方がなんか異様でしたよね、今ね。あーっとそうはいくかって言ってますけど、これどうなんでしょう、 LLPW のねリングでこれこういうロープに持たれたというか倒れ方をしたカンドリー選手とも珍しいんじゃないですか。そうですね、見ても初めてですね。あーそうですか、うん、あーっとしかし足を引きずり出してアキレス腱ですが、しかしいや北斗もまだスタミナ十分残っているのか、もうかけられる瞬間にすぐにロープに逃げます。それにしてももうこの独特の緊張感何とも言えません。北斗の顔面ちょっと心配ですね。それにしてもおびただしい血が、おびただしい血が、これはね、おっと DDT ですか、さあホール今度はホールに行った、危ない、やっぱりこういう技で決まらないと思いますね。あ締め落とすとか、ね、殴り倒すとか、ね、なんかそんなような、あーっと腕不思議か、腕不思議か、三角締めっぽいのに持ってってるんですか、ね、はい、腕を取ってそして首に足を巻きつけて三角締め、あ三角締めですね。あしかし北斗は腕を組んで、あ捉える北斗、捉える北斗、リングのポジショニングはちょっとロープに近いですけれども、あれ外れると外したらね、そうですね、腕も取れますからね、はい、あしかしポジションはどうでしょうか、
ロープが近い、ロープが近いのか、体柔らかいですね、やっぱり。なるほど、ええ、あ、反転して返しましたね。おっと、今度逆に、あーっと、あー、逆、逆肩エビか、あーっと、こ、あ、これも、おっと、今度は返し技だ、あーっと、逆に、危ない、逆肩エビに入りますけれども、あっと、これ、ロープレイク取ってないですね。でもこれはもう言葉では何か言い尽くせないようなちょっと試合になってしまいました。そうですね、ものすごい流血戦。いやもう15分過ぎましたね。お互いスタミナもかなり消耗してるんでしょうが、あーしかしブレンバスター高速度、うわこの血はすごい、すごすぎますね。ちょっと心配ですね。今あの血でかなり滑ると思いますから、カンドリも関節がかけにくくなってるんじゃないですか。なるほど、血で滑るっていうのもありますけどね、はい、血で滑ってかけにくいっていう話もえぐいですね。おっとミサイルキックかなんかを狙うんでしょうか。ミサイルキックか。さあこの試合でもボディープレスとかいっぱいありますからね。ああ、あれは完璧にヒットした。はい、うん、これも結構カンドリにはなんかあんまりね、そうですね、受けたことないようなパンチの技かもしれませんし、きっとそうです ね、 ね。あー、カンドリはお腹のあたりを押さえていますが、レスラーっていうよりは格闘家ですもんね。そうですね、技をもらわないことが第一ですもんね、うん、はもうそうしますとこれ一種格闘技戦とまでは言わないですけども、近いと思いますよ。このぐらいのね、あーっと膝を立てた、膝を立てた、一種格闘技戦に近いものを感じます。いやしかし、さあ今度はカンドリー何があるんでしょうか、何があるんでしょうか。うんうん、パワーボムですか。あーすごいパワーボムだ。あらい、ものすごい高角度パワーボム。カンドリー選手はパワーボムフィニッシュホールドよく使います。そうですね、使ってますね、はい、投げ捨てちゃうような感じですよね。そうなんですよ、やはりこれ北斗選手意外とこう体重軽いですからね、はい、かなり高々と持ち上げ、あっとこれはミサイルキックを狙おうとしたのを北斗がかわして、あーバックを取って、あっとドラゴンスープレックスでそのままホールドですか。うん、いやー20分を経過しました。ちょっとこのホットのおびただしい位置がちょっと心配なんですけれどもね。さあこれは思わぬ消耗戦、どうかすると短期で勝負が決まるのかなという予想もあったんですけれども、短期か長期かって感じだったんですけ ど、 なるほど、ね、流血戦はちょっと予想しなかったですよね。あっと最上だ、あっと足を引っ張るカンドリー、あーなんとこのまま、このあーっと、これすごい、すごい、これはすごい、あーっと締め落とすのか、チキンウィンが、しかしスリーパーに勝った、場内から落としてゴールだ、あー髪の毛は掴んでか、おーっと、ちょっと執念ですね、すごいですね、執念で逃れた、あーしかし、あー同時目はスリーパーだ、ポジショニングはどうか、リング中央か、リング中央の同時目スリーパーだ、北斗耐えられるか、北斗耐えられるか、あー北斗耐えられるか、落とせコール、そして北斗コールが交錯している。横浜アリーナ1万6000の大観衆が今この時を待っていたのか。いよいよクライマックスを迎えるのか、この試合、あーしかし、うわ執念でロープギアまで来た北斗、あーここでロープレイクか、いやしかし今の攻防ちょっと見応えありましたけれども、北斗もかなりこれグロッキーですね、かなり攻撃戦もしますよね。今レフリーが背中を叩いて、どっちにしてもなんか一撃で決まりそうですね、今度のね。
さあ今度はバスト、パワーパワー、おっと返した、あ固め技、あカウントが入んない、カウントが入んない、うん、ああ意外とああいった返し技でカウント3つということもありえますからね、ええ、いやそれにしても今はカウントは入りませんでしたけれども、もう何かなんか今北斗の方が左肩をかばってますね、やはりちょっと関節技の後遺症が、おっとロープに振った、ロープに振った、あ、うん、あっと、あお返しだ、サンダーファイヤーパワーバム、あートブレイ、いやものすごい消耗戦になってまいりました。巌流島決戦みたいな、そういうのを見てるような、うん、そんな期待 してきましたけれども、ものすごい長期戦になりました。さあ こうなってきますと勝利の女神どっちに傾くのか、渾身の力、まだこんな力が血でもって足元も滑ってますね。おっと、そうそう、おっとロープサイドだから飛び込み、いやーすごい、すごい、なんと、いやーサードロープ、まあいつもはねこうトップコーナーからね綺麗な飛び込みを見せてくれるんですけれども、どうそんなにあのやっぱり、はい、タンドリー選手と戦うときってタイミング的余裕って全くないじゃないですか、だから今そこにいたからやったというよう、ね、なるほど、ね、タイミング的には早かったですもんね、いつもより、まああれがね、例えばコーナー登ってからだとかわされてしまったりとか、そんなもん逃げちゃいますよ、カミさんしたら、そうですよね、そうですね、おっと、しかし、あっと、あ、これもありましたか、これはすごいミサイルキック外にやったんですね、あっと、でも、怒った方も相当ダメージ覚悟ですよね、これやっぱ肩痛めてますんでね、受け身、バンプがかなり取りにくい状況にあるかと思います。ね、今の技は2回ともなんですけど、はい、うちの選手ではああいうことをやる選手がいないんで、なるほど、タンドリーにしてもかなりのダメージが来てますよね。また見たことない技って怖いですよね、はい、そうですよね、はい、これタンドリー、これもう20分超えてますけれども、これシングル戦やっぱりこんだけ長く戦ったっていうのもうかなり経験はないでしょ。そうですね、僕らの印象ですとやっぱりタンドリー選手というのは教える側って感じがするんですよ、はい、戦う側というよりは、だからその人が今日はなんかやっぱり敵のリングに決闘に出てったっていうのね、はい、そんな印象がありますから。25分経過という今アナウンス、いやしかしこの1万6000の大観衆はもうあっけに取られているような、そんな状況さえね、はい、もう見受けられるこのファンなんですけれども、ましてこれは本当に女子プロレスなんだろうというぐらい疑ってしまうようなね、ものすごい試合になってまいりました。いや、それそういうことに男子プロレスも女子プロレスもないんじゃないですか、ね、あっとアピあっとあーこれはすごい、危ない、やられた、あっとあしかし、もう暴れに暴れて、あと危ないぞ、うあおおロープブレイクは取らないの、ロープブレイクは、これはロープブレイクはしないんでしょうか、これでロープブレイクか、今これ北斗はノーザンライトボムを狙って返されたという形になったんでしょうかね、先ほど、そうですかね、いやしかしよく防ぎました北斗。さあそしてダブルアームの形から、あっとこっから関節技、あ余談を許しません、あしかしこれ強引に脇固めに、あ強引に脇固めに持っていった、あそしてあっとおっとこれでタイガードライバーだ、カウント、一発の大味でダメなんですね、多分ね、これどこまで行ってしまうんだという様相ですけれどもね、
っとこれはカンドリもかなり血が出てきました。おっと今度何を狙っているんでしょうカンドリ。まだカンドリにはスリーパーとかありますからね。あっとありがとう。さあおっと起きてこいという挑発しています。いやーデンジャラスクイーン対決、あー張り手、もうこれは極限状態、両選手ね達してしまったかという感じですけれども、この後果たしてどういった展開になるんでしょう。おっと腕を取って、あっとこれは腕を固めて、あーすごい、なんでしょうかこれは。カウントは、あーカウントは、カウントは2ですね。あー2ですか。今のはかなり高台部からいきました ね。今のは必殺技ですかね。またホッキ選手のブリッジが素晴らしいだけに、頭直撃で落ちてね、そうですね、カンドリが落ちてきましたね。いやーすごい、ホット大ホットボールか、あるいはカンドリコールか、もう何を言ってるのかわからないこの盛り上がり、なんと表現、あーどうだ、ライトバカー、これで決まるのか、カウントは、カウントは上がってる、上がってます。いやーノーザンライトボムを返されたというのは最近ではちょっと記憶にないんですけれどもね。いや今まで1回もないんじゃない、ただの1回も。あそうですか、いやーしかしカンドリもものすごいスタミナだ。さあもう一度狙うのか、あーっとこんな逆に、おっとカンドリがノーザンライトボム、カウントはあーちょっと起きて破り、起きて破りのノーザンライトボム、なんとカンドリが、カンドリがホットに見舞いました。ノーザンライトやると思わなかったですね、カンドリが。なんかそうですね、いやーもうこれものすごい試合になりました。あっと両選手フラフラだ、両選手フラフラだ。おホットコールだ、ホットコール、あーパンチ、うん、今顔面にパンチですか、モロに入りましたね。あーもうこれはここまで来るともうどっちが勝ってもという状況になってきますけれども、あくまでもやはりこれは勝敗にこだわらなければいけないこの両選手。なんと30分経過、今コールがありました。いやーそれにしてもね、これ結末全く見えませんね、どこまで行ってしまう。あっと今のは、今の同時に、うん、北斗も倒れていますけれども、あっと今上に北斗が上になってカウントが入る、あっあカウント2入りましたか、えああカウント3入りましたか、あきました。これは最後はもうほとんどダブルノックアウトという、そうですね、そういう形になりましたけども、いやもう場内騒然、場内騒然です。一体どうなってしまったんだという感じですけれども、いや万歳っていうのを僕は初めて見たけど、前女ファンは万歳、当然 LLPW のファンは一体何が起こったんだろうと、納得がいかないぞというところでしょう。なんか私も信じられます。これで終わりじゃねえと、カンドリが、でもカンドリ選手の僕あのベストバウトに近いと思いますけどね。そうですね、そしてまあ試合というか決闘というかデスマッチというか、そして北斗の方はどうなんでしょうか。今カンドリが花道を引き上げていきますけれども、今この拍手はカンドリに送られていると言っていいですね。そうですね、はい、カンドリコールですね。あカンドリコールも起きています。カンドリコールいいですね、いやこれね結局結果的にはまあ北斗体固めという形ですけれども、もうこれ最後ほとんどダブルノックアウトという
そういう形でしたのでね。カントリー聞こえるか、お前はプロレスの心がない、プロレスはするものしかできない、柔道かぶれのお前に負けてたまるか。今のちょっとね、何を言ったのかあまりはっきりは聞き取れなかったんですけれども、だから、柔道に負けてたまるかって、要するにまだカントリーはプロレスラーではないと、うん、要するにまだ格闘家というか柔道家なんだというような風に言ったんじゃないですか。なるほどね、なんかそんなこと言ってましたね。おらんじゃねえよ、ったによ下がんな、おろ。30分37秒執念の3カウント勝ちました北斗晶選手です。どうぞ。大丈夫ですか。ちょっとものすごい流血でした。あの中でとうとう勝ちました。これで女子最強を宣言してもいいんじゃないでしょうか。大丈夫ですか。いや、最強じゃないよ。私は最強じゃない。でも、あの柔道かぶれにだけは負けない。その意地の勝利ということですか。勝ったんだろうか負けたんだろうかわからない今、うん、何が起こったのかわかんないから、でもあいつにだけは負けない。負けない。あいつがやりたいんだったら、何回でもやってやる。これじゃちょっと無理ですね。喋るのもね。勝ちました。北斗晶選手です。大丈夫ですか。ちょっとじゃあ早めに控え室で。メインイベントはザ・ゼンジオイズムウィニングロード。まずは赤コーナー豊田真奈美、山田敏夫両選手です。このオールスター戦の中でメインイベントですよ。やっぱりあのメインに組まれたんで、うん、あのお客さんに一番最後に満足して帰ってもらえるような試合がしたいです、はい、山田敏夫どうですか今日は。みんなそれぞれ1試合目からメインだと思ってやると思うんで、自分たちもいかにお客さんに印象付けられる試合をできるか頑張りたいと思います。今日の相手はどうですか。やっぱ元前場の選手だってこともあって、やっぱ少しはあの前場イズムっていうんですかがあると思うんで、やっぱ4人で、うん、ガンガンぶつかればなるほどいい試合ができると思います、はい、じゃあ前場の前場たるところを思う存分に発揮してください。一方の青コーナーは FMW から工藤めぐみ、コンバット豊田、この両選手です。さてこれが正真正銘のこのオールスター戦の中でのメインイベントです。そして前女イズムというサブタイトルついてますけれども、前女時代思い出します。思い出します。うん、そういった思いをこの試合にどういった形でぶつけていくんですか。やっぱりあの、うん、この昔いたリングでいい試合することが
恩返しだと思ってますんで、やっぱり自分が最初にプロレスを教わったのは全日本女子なんで、はい、それを見せたいと思います。はい。そしてコンバット豊田選手ですけれども、メインイベントにふさわしい会場を用意されましたが、どうですかこの試合。そうですね、やりがいもありますし、全日本にいたってことを基礎にしてね、今は FMW としてそのコンバット豊田を見せたいと思います。はい、頑張ってください。全日本女子プロレス25周年記念夢のオールスター戦、いよいよクライマックスです。メインイベント、ザ・全女イズムウィニングロード60分一本勝負、全日本女子プロレス山田トヨタ組対 FMW コンバットトヨタ工藤恵組。さあ、いよいよメインイベントですね。はい、楽しみです。はい、放送席にはゲストにまたまた古様がいらしていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。試合どうでした。疲れましたです、まあまあです。そうです。さあ、ガンが鳴りまして、まずはオココンバットトヨタのダブルラリアットから試合がスタートしました。ガンガントヨタの水着は予想行きですね。なるほど、ね、微妙にね、ワンポイント変えたりとかね。トヨタのやつは新しいですよ、毛がついてるやつは。毛がついてるね、肩口ね。トヨタすごいですね。でもあれはね、1試合用だと思いますよ。あの毛は絶対に取れちゃうと思うんで。なるほどね。なくなっちゃいますよね。あっと、スキンキック。この辺も一度ぶつけないだ。エルボーっていうよりパンチに似てましたね、一発目、一撃目は。やったやってますね。やってます、やってますというね。いや、パンチ入れたのは山田でしたね。なるほど。さ、ね、あ、この…クドンも負けなかったですね。はい、クドンの気持ちよさが出ましたね。なるほど。やっぱそうですか。やっぱりね、前場にもともと入ったのは先輩ですからね。そうですよね。この辺の意地もあるんでしょう。すごい、トヨタ対トヨタ、すごい。うわー、ダブルトヨタという感じですけれども、さあ、このすごいですね、このひらひらが揺れて、張り手にも迫力が出てくるという感じですね。すごいですね。もうなんか、ものすごい喧嘩殺法でこれが幕を閉じるとは思いませんでしたけれども。うわっ、あったもつって肉に当たる音がしましたね、骨っていうか。負けてないですよ、トヨタも。トヨタもですね。 FMW もこの大舞台でメインを取って意地があります。さあ、トヨタ山田組、まあ、これまではね、だいぶ2冠のタッグですけれども、何かとこう、不調だ不調だとね、言われて下がれてますけれども、ここへ来てどうですか、コンディショニングっていうのは。いや、コンディションが悪くて不調だっていうんじゃなくて、プロレスぶりが不調だという、そういう話だったんですね。なるほど、ね、というのは。そういうことですよね、使いたないよっていうか。それは何かこう、ちょっと壁にぶち当たったというところなんですかね。この辺がまた最近、ところいろんなところでテーマになっている心のプロレス問題ということじゃないですか。あ、なるほど。まだその辺ができてない。
という部分があるんでしょうか。いや、うん、まあ分かんないですけども、うん、いや、山田選手も、トヨタ選手もテクニック的にはそんな、誰も文句つけられないですよ、うん、この人のテクニックだけは。おっと、うん、これはちょっと変形のボディアタックという形になりましたが、カウント結構感情的になってますね、はい、やっぱり硬いですよね。おっとおっ おっとこれはちょっと失敗だ。あーっと、そのまま丸め込んだ工藤ですが、あー、そして今度は逆になって、今はトップロープに足掛けたんですか。登ったんですよね、登って立っちゃって、いろんなことできるんです、自分のすることがいろんなことできるんですよね。いいですかね、すごいですね。ちょっと崩れてしまいました。さあ、そして山田と工藤のぶつか、あーっと、すごい、ものすごいハイクック、カウンターで顎を捉えました。あった、まあこの中でもね、この蹴りを武器としているのはこの山田だけですから、その辺がガンガン蹴ってくるんじゃないかという気がしますけれども、あっと掴んじゃったんですね、やっぱり顔、はい、に入ったの掴みますからね、この辺は九度目の意地、意地と意地の、あっと DDT、 さあ、そしてなおも蹴りますが、おっとガードをした九度目、後ろから抱えてのバックドロップ、さあホール、よく使いな、うん、カウント2、お、そしてこれはよく山田が得意とする足をご覧のように抱えての、まあ、逆肩指の変形というかですね、ぐいぐいと締め上げてきます。これは足首とか膝も完全に決まりますんでね、かなり苦しいんでしょ、ブルさん。はい、すごい苦しかったですよ、ライブの時。あ、そうですか、はい、さあ、比較的試合が静かな展開を見せてきましたけれども、さあ、ここでロープブレイク、一発キックを入れて、そしてもう一回、うん、この辺の必要な攻撃、おっと、そして持ち上げた山田選手っていうのは本当に見かけによらず結構パワーありますよね。力持ちですね、私もこれ持ち上げられちゃいましたから。おっと、そして今度は回しました。あーっと、そしてギロチン落として、さあカウント、本当に今日は1日を通じて、はい、みんな新しい技最低2個ぐらい持ってきてますね。なるほどね、絶対自分のメイン取るつもりでみんなやってるから、ね、あーっと、さあこの辺でランニングドロップキックの連チャンが出るんでしょうか。しかしここは一発、さあそしてダブルアームスープレックスで投げ飛ばしまして、カウントはトヨタすごい気入ってますよね。そうですか、さあそしてもう一回いくんでしょうか。おっと、おっと、これは、あ、裏からなんですね、はい、さあ、工藤の裏からなら、さあ、そして FMW のコーナーに持ってきた、さあ、トヨタ対決という感じですけれども、さあ、ここは一気にラフサッポーで勝機を見出そうかというコンバットトヨタですけれども、うん、きですか、ガウジングかどっちかちょっとよく見えませんでしたが、この FM チームとしてはどうでしょう、この2冠チームにね、どういった切り口で攻めていくのがポイントになるんでしょうか。多分やっぱトヨタ狙ってくると思うんですよ。そうですか、そうじゃないですか、うん、山田の方がちょっと攻めにくいっていう感じですか。なるほどね、さあブル様はこのトヨタを狙ってくるのではないかという感じですけれども、強烈なバックブリーカー、やはりパワーでは一日の長があるのか、このコンバットはすごい力、すごいですからね、はい、簡単に持ち上げてましたね、はい、うん、やはりちょっとウェイトではね。さあそしてエアプレーンスピンからぐいぐいと、あっとアルゼンチンバックブリーカーから締め上げて落としました。FMW 勢は、うん、あの技の種類っていうんですか、数はそれほどないですけれども、うん、得意なものだけはちゃんとやってきます、はい、完璧だと思いますね、そういう形のプロレスですよね、はい、決して必殺技の数は多くないと思いますね。あの私の試合すぐ気がついたんだけど、うん、ボディースラムが全部みんな違うんですよ。あの全日本女子のこのやり方と他の団体にこう全部違うんですよ。あ、ね、はい、今も九度目があのトヨタのこと投げたんですけど、はい、ボディスラム首の回し方が違うんですよね。なるほど、あの男子のやり方なんですよ、他の団体みんな、うちだけ違うんです、女子の女子のボディスラムっていうか、うん、
戦場以前に。なるほどね。そうですね。さあ、おっとこれはコンバットトヨタがフォローに入って、そして優しいコンバットトヨタと言いますね、はい、今のお茶目でしたねさあそして今度はこのままドラゴンスリーパーのような形に入っていますけども、でもトヨタはこれ体柔らかいですから、今休んでますよきっと。あ、そうですか。そんなもんですか。トヨタも本当、なるほどね、足さえ外れればって感じですよね。あ、このぐらいのやっぱりしなり具合でしたらまだまだという感じでしょうか。そんな感じですね、はい、あ、来ちゃった。あ、今日これは入ったストマックのあたり、おっとレフリモンにも手をかけたが、こういった攻撃にはやはりブーイングが飛びます。どっちもどっちですかねさあそしてちょっと試合が均衡状態になってまいりましたけども、どっちのチームも完璧なリングフェイスではないですしね、完璧なヒールでもないですしね、うん、なんか今見たらここも結構変わったなみたいな感じ。あ、しますか。あ、そうですか、うん、どのあたりが。あの、もっとすごいベビーフェイスベビーフェイスしてるのかなと思ったら、うん、結構際どいところやってますよね。あ、なるほど、それは前ブレさんと戦った時以来と、はい、いうことですか。あの時はもっと普通でした。普通の人です。普通のレスラーって言うんですけど、今はもう FM の代表でメインでみたいな。あ、そうでしょうね。なるほどね、これすごい技ですね。これ逆エビみたいなような。なるほどね、しかしこれもまあ体の柔らかさではというような強いですから、どの程度効いているのかというのはちょっとわからないんですけれども、形としてはこれはまあグイグイと締め上げている、腰のあたりグイグイ締め上げながらこうしならせているという感じですけれども、複合技ということなんでしょうが。そうなんでしょうね、はい、さあもうこの技がかなり長くなってまいりました。さあちょっと苦しそうな表情はトヨタバナミ。おっとこれはかなり締め上げてますね。これ何なんですか。この今のコールは12時になったんでしょうね。なるほど、これはビデオを見てる方は全く、まあ、関係ないとは思いますけれども、実はなんと12時を回ってしまったという。どっかに時計があったんですか。なんか多分よくわかんないんですけれども。そうですね、いやそれにしてもでも嬉しいのは12時過ぎてもどんなの人が席を立ってないんですよね。これは先ほどのこの試合前にですね、終電の報告がありまして。そうですね、でもお客さんが野暮なこと言うなとか言ってね、帰るわけないだろうと。いやでも嬉しいですねこういうのは。あの横浜アリアの周りのホテル全部もう予約いっぱいで取れないそうですよ。あー、そうですか。みんな泊まりがけで来てくれたなと思います。あー、やはりこのぐらい長くなる予想もあったんですかね。いくら長くても10時かなとか11時かななんて言ったんですけどね。まさか12時を回るかという感じでしたけども、まさしく男のプロレスのボディスラムですね。なるほどね。さあそしてトップラップから重量感あるボディープレス、結構トヨタ捕まってますね。ちょっとロンリーバトル長いですね。さあそしてあっと出ましたね、得意の綺麗すごいですね、2回転式のローリングエビ固めですけれども、おっとそしてここで満を持して登場は山田。あっと早い。あ、そして蹴りまくります。おっと顔面に、うわっとこれは危ない。あ、ソフトオブにヒットして、あっともう一発同じ技。あ、そして出ましたね、高速度のこれはまあ DDT の山田流というかね、オリジナルですけれども、山田いけ。しかしこれは返したって言ってますね。返しで同じ技、うん、今度ラリアットではなくてね、体当たりで行きましたけれども、さあやはりちょっと体格の差はいかんともしがたいというところですが、さあ場外で何をするのか。エルボーを落としていました。さあおっとトヨタが、あっとトヨタが足を出して、うん、あっとさあそして今なんか結構トヨタ真似目らしかったですよ、ね、
あっと強烈、場外の傑作に強烈に叩きつきました。そしてあっと OG がいるとこじゃないですか。これはそうですね、皆さん喜んじゃってます。ミミ萩原選手の顔も見えましたけれども、ここにもろにボディスラムを叩きつきました。さあそして今度は工藤が、あっとこちらはトヨタと山田、そして工藤とトヨタの方はどうなっているのか。あっとこちらも揉み合っているが、あっとぐちゃぐちゃになってしまいました。なんちゅうか女の子同士の戦いみたいな感じで面白いですね。面白いですか。さあこの辺でそろそろ山田のこの闘志に火がついても遅くはないような気がするんですが、まだもう一つ、うわやだ、ああいうとこ立っちゃうのかっこいいですね。でも立ってかっこよかったね。まず立ってきてよかったね。駆動が飛ばしましたね今ね。いきなり来たから全くしょうがないんだよね。ちょっと山田も怒らずにはいられないという状況ですけれども、まだもう一つ両チームともどうですか、あんまりこう出し切れてないというか、ちょっとね、まず探り合ってると思うんですよ。なるほどね、探り合いに行ってもそんな感じですよね。だから、あら、おっとこれ4人入り乱れたの、あっとトヨタがもう居ても立ってもいられないという、どこからかトヨタが来たという、あっとこのミサイルキック、ランニングのドロップキックを3連発狙って、そして定番です、コーナーから、うわすごい、ものすごいミサイルキックだ。もうこれをやりだすとトヨタもう止まりませんね。さあそしてこれはローリングクレイドルに移るんでしょうか。さあ来ました、おっとあグランドコブラの体勢でホールに対して入りましたね。入んなかったのかな、回しませんでしたね。なんかでもしびれを切らしていきなりもう技という技をどんどんやってて、なんかそんな気がします、ね、そんな感じですね。あっとあちょっと重かった。あこれは缶抜き式に投げるジャパニーズオーシャンその位置に、ねはい、形でしたけども、やはりちょっと体重がそれほど、例えばコンバット豊田選手が技の数が少ないといってもやっぱり大きい人ですと、こっちもかけられないんですね、たくさんは。さあここで工藤のタッチ、この工藤トヨタの絡みというのも非常に興味深いのがあるんですけれども、ええ、これは現状時代には何度かやってますよね、むしろ。まあそれもでも、まあ、今となってはとんでもない新人の頃でしょ、そんなに、うん、関係ないですよね。で一応いたらあの子供の方が先輩だけども、はい、でもトヨタ全然そんなこと考えてないと思います。あでしょうね、そうですよね、もう自分は前場のメインなんだからっていう、そうですよね、全然先輩だと思ったらこんなにできないですよきっと。そうですね、うん、割とトヨタ山田組は自分たちがメインイベンターだという意識をとっても強く持ってますよね、やっぱなんかあのスランプとかね言われてもメイン張れちゃうんだから、すごいんですよねトヨタと山田組は。そうですね、おっと強烈引っ張ったっけ、この工藤もね、あっと強烈引っ張った、これはあの全然若手時代から工藤は使っている技ですよね。さあそしてタップランプに戻って登って、あったエルボー、フライングのエルボー、当ててきましたね、三沢張りのエルボー当ててきましたけれども、さあこれはカウント2で跳ね返しました。さあそろそろ試合が動いてきても良さそうな予感がしますけれども、さあダブルアームの形から、おっとこれはあっと危ない、すごいことやりますね、なんか合体の、うん、あの FM の選手はあの形からそのまままっすぐ落とすという技をよく使いますけれどもね、これを合体でやったという感じでしたけれども、しかしカウントは2。さあちょっとまたトヨタが捕まっています。やはりこれトヨタを、わっと強烈なキック、かなりトヨタ選手のコンバットトヨタ選手の方は、うん、ドロップキックを決め技に近い形で使ってるんですよね。なるほどね、あったカウント2、しかし綺麗なブリッジで返した。あんだけ重たくてキックできちゃうんだから必殺技ですよね。でもなっちゃいますよね、さあそしてまたしても合体のパイルドライバー、
おっとここでたまらず山田がカットに入った。あのねこれ すごい一つすごいなと思うのは、はい、あのコンバットトヨタの方もあと九度目の方もすごい声が聞こえるでしょお客さんに。でも今トヨタと山田今声出してないですよね、でもそれがすごい今違い出ちゃってるな。あーなるほどね。おっともっと声出して、ね、頑張って。あこの辺りあどうなんでしょうか。これからじゃないですか。あこれは得意の得意のあー来ましたね来ましたね。そうです。あーしかしやらせないですね。やらせませんね。あもう一回来いと、もう一回来い。あーあっと、あ完全に羽交い締めの状態にはなりませんでしたけども、ブロックしましたね。はい、あとジャンピングね、ハイキック。さあもう一発。あしかし倒れません。コンバットトヨタにも意地があります。さあ倒れませんね。さあそしてロープに、あーロープを利用してのジャンピングのハイキック。これ3発か4発やるんですよね。3発目は見事に円錐切り、後頭部リフトしました。あっとこれもさあここで片膝をついたコンバットトヨタ。さあそして今度はサイドバスターの形から、おっとあっと、やっぱ重いみたいですね。これもなかなか持ち上がらない。カウント2。今のもなんとなく足をすくったって感じでしたよね。あっとあっとダブルドロップピック。しかしこれはちょっと当たりが浅い。うん、あっとどうもこの辺がこの巨漢のコンバットトヨタをどうも攻めあぐんでるという感じですけども、うん、そうですね、うん、何かこう技がね綺麗になかなか決まらないというところがちょっとジレンマなんですが、あっとしかしやはり体当たりではね、そうスピード要するになんていうのか、トヨタ山田組というのはスピードありますよねやっぱり、だけれどもスピードのない相手に対してあそのスピード自分たちのスピードまでなくなっちゃうんですよ ね、 なぜか、ね、ええ、決してコンバットトヨタ選手あのスピーディーに動ける方じゃないのに。と言いますとこれまでまあ、おっとこれは美しい。さあそしてトップロープに戻って、おっとおっと危ない、うんうん、さあボディスラム、そしてボディアタックですね。さあそしておっと反転してのボディアタック。さあカウント、この形はあんまり割と新しいんじゃないですか、はい、そうですね、トヨタが綺麗ですよね。すごい、あ今お客さんから付き合うなというふうな声が飛んでますけれども、うん、ここまでは相当重いんですよやっぱり2人でやってますし、ね、あのぐらいですもんね。さあこの辺から得意の2冠チームの息の合った合体殺法が繰り広げられます。さあカウントはカウント2。さあこの辺から乗ってくるのか。さあトヨタの動きもかなり俊敏になってきた、うん、強烈ミサイルキック。あーっとしかしいいところで9度目出てきましたね。入ってきましたね。今のあのままジャーマンでねホールかという感じでしたけれども、あーしかしバックを取って、うん、あっとさあそしてあー持ち上がんない。なんとなく動けるにもかかわらず、うん、山田のパワー不足がなんとなくだんだんあからさまになってきちゃいましたね。あなるほどね、持ち上げられないですよね。うん、あちょっと心配なこの体力差なんですけれども、あっとしかし大陸トヨタですが山田が必死に耐える。あしかしおっとこれは重い、これは前相手の力を逆に利用したという感じですけれども、さあさあそしてあさあこれはここで早くもリバースのゴリースペシャル。あしかし不動目が先ほどからいいところでカットに入ります。すごいえぐいですね相当。トヨタもこれもう怒ってましたが、あっとすごいものすごいパワーボムが決まりましたけれども、これはカウント2。強烈でしたね今のは。あそしてあコーナーには駆動が残っているぞ。さあ何があるのか、あっとあ高さを抑え込みだ、高さを変え、あっと自分のパートナー、ね、を蹴ることによっておっとここで、あっとこれはちょっとさっきやってますからねあの技は、まあしょうがないですね。さあそして駆動は何があるんですかね。 あっとジャーマンからさあ肘を一発入れて、あーっとこれかわした、あそのまま路上側に落ちてしまったトヨタ。
さあそして工藤は飛ぶのか、さあ工藤が飛んだー、おーっと飛べ、すごい、かなり勢い、スポンジが残っちゃったけど、おっとそしてあーっとプランチャー、あこれはすごい、山田のプランチャーがモノにヒット、さあそしてトヨタも来るんでしょうかこれは、あそしてそうトヨタマナミが、あー得意のラップケプラーダを狙ったんですが、そうはさせじと工藤もよく相手を知っていました、そしてこれがトヨタが残った、なんだろう、いやーすごい、あこれはもうセコンドまで巻き込んで、あ50ですね、はい、あーそしてトヨタがそうです、ご存知ラッケプラーダー、今すごい高さありましたね、2人に見舞いました、トップロープからラッケプラーダー、さあこっからこっからリズムが前頭のこの二冠タックの方に向いてくるのか、さあそして今度は何がある、まだまだ技は残っているぞ、さあ何でしょう、ムーンサルトでしょうか、かもしれないですね、ムーンサルトプレス、あっとこれやっと壊されましたね、何か工藤もこれは相手を研究してるんでしょうか、ことごとく技を返していきます、さあそしてアピールしてバックの取り合いだ、バックの取り合いだ、あーそしてジャーマンだ、あブリッジが高くて綺麗だが、これはどうか、うん、渾身のジャーマン工藤、しかしカウントは2、2度目のプロレスも結構奥深いですね、さあトヨタ、おお、あら、今回ろうと思ったら、これ今すごい変な感じで、ね、一回転以上しちゃいましたね、これは大怪我しますよ、危なかったですね、もろに強烈なラリアットが入った、さあそしてあった、出ましたね、高く掲げてのさあホールカウントは、おお、まだまだこのブリッジの余力を残しているトヨタ、まあ、スタミナの面ではね、もう無尽蔵のスタミナで有名ですけれども、まだ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 これからというところでしょうか、トヨタ、あっと、あそしてあこれは合体ですね、こっからトヨタが飛んで、あーない、うわー危ない、なんと味方の工藤も吹き飛んだというカウントは、うわ落ち方しましたね、9度目のフォールに行った時のしてやったりという顔が良かったですね、あなるほど、ね、いやしかしいかんせんこれはタッグマッチですのでね、おっと、うん、これはさあしかしこの FM チームのこの合体殺法は本当いろいろありますね、さあ今度はあーっと危ない、これも危なかった、さあカウント、おっと危ない、いやーロープに救われたトヨタ、ことごとくこの FMW タッグの合体殺法をことごとく受けてるトヨタ、ちょっと心配ですが、さあそして工藤がトップロックから、あーしかしこれは外した、さあもういても立ってもいられないと先ほどからうずうずしていた山田、さあここで登場だ、どんなファイトを見せてくれるのか、おっとこれは外れましたね、あーったしかし、かさずフォローを入れて、うん、このミルクが入った、もう一発目いいから当ててくださいって感じですね、なるほど、ね、さあ、そして、あっとドラゴン、あー、しかし、かさずトヨタ、はい、FM チームのカットも早いですね、しかしね、あっと、うまい、あっとダブルでジャーマンだ、さあ、カウントは、危ない、カウント2、おっと、トヨタが赤コーナーに登ってアピールしているぞ、さあ、今度は前女チームが、あーっとムーンサルト膝の辺りに決まった、カウントはいいカウント2、工藤恵を自力で返しました、さあ、山田のピンキックだ、あーっとこれは痛い、この自爆は痛い、さあ、これで一気に形勢逆転か、投手交代か、いやしかし、おっとこれは、あっと動かないと、あっとカウント2、今なんかすごくスピーディーっていうか、そうですね、ちょいちょいちょいって感じでしたね、はい、予想もつかないこのノーザンライトスープレックスを見舞った、おーっとすごい、さ
あトヨタは何をするのか、あ出ました、これは出る、デンジャラスだ、あまりにも危険な技、あまりにも危険な技、あしかし本間トヨタ後ろにいる、あーそうはさせない、そうはさせない、これを食ったらもう一巻の終わりというこの技ですけれども、やってくれますね、コンバットも、あっとこれは同士打ち、同士打ち、キツネのバカ試合状態になってきた。さあそして、あこっちのコーナー、今度はこっちのコーナーだ、コンバットトヨタはどこにいる、コンバットトヨタはどこにいる、コンバットトヨタはどこにいるんだ、さあさあこの危ないぞ、危ないぞ、危ない、一回転した、流れ式のダブルのバックドロップ、あーしかしこれまだ終わりません、まだ終わりません、さあそして、あーっとここでトヨタが蘇ってきた、コンバットトヨタが蘇ってきた、味方ごと突き飛ばしちゃったね、さあさあなんだなんだ、おっともう何がなんだか、あー出ました、ジャパニーズオーシャンスープレックスオンロー、はい入った、最後はやはりサイクロン、ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックスホールド、トヨタ学び18番結構ことねえよ。お疲れ様でした。
控室出てくる。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 最後に総評を一言ずつお願いいたします。斉藤さん。そうですね、まあ、たっぷり今日はプロレスの空気吸うって言いましたけど、うん、もう吸いすぎちゃって、はい、もう大満足でした。そうですか、はい、ブルさんどうでした。はい、楽しかったです。楽しかった。山田とトヨタにすごい頑張ってほしいです。これから、これからね、本当に大阪の方も非常に楽しみになってきたという感じですけれども、そろそろこの、熱狂冷めやらぬ、横浜アリーナから失礼したいと思います。16,500人の、前女ファン、そして女子プロレスファン、本当に最後までよく応援してくれたなと、本当に良、かった、大成功の興行だったとこのように思います。それではこの辺で失礼いたします。斉藤さん、ブルさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。本当にもう最後まで付き合ってくださった皆さんにもう本当に感謝の気持ちで、こんなに女子プロを愛していただけるとは。ただもう長かったら本当に申し訳ありません。ただみんな一生懸命やった結果なんで、許してください。どうもすいませんでした。でも本当に感動もあったし、本当に素晴らしい、この仕事やっててよかったと思いました。ありがとうございました。試合終わってどうだった。試合ですか。すごかった。今日はちょっと、はい、次回出れるように。でもなんか出れないちょっと前まではもうなんか悔しいっていうか悲しいっていうか、なんかそういう気持ちが強かったんですけど、なんか今日見てなんかやりたくて、でも夏ぐらいまでにはできると思うんで、なんか逆にワクワクして、なんか早くやりたいなっていうか、なんかいい気持ちでやりたいです。あ、でも今少しずつトレーニング始めてるんで、あと首はまだちょっと鍛えられないんですけど、もう少し経ったら首の方もトレーニングして、怪我をしないような体を作ってから、焦んないっていうか、ちょっと良くなったから出てまたすぐ怪我するとこもあるんで、もう万全に体調整えてから復帰したいと思うん で復帰したらもう休んだ分全力で突っ走りたいと思うんで、ちょっと今長い間休んでるんですけど、絶対頑張りますんで応援してください。じゃあ夏にかけて、夏にかけて武道館で復帰したいんで。あ、でも宣言してできなかったら困るか。でもやりますんで応援してください。